おはようございます。今日は2017年10月の7日、2時56分です。よろしく。おはよう。あれ？音が止まった。え？何これ？何これ？ループ。なんだこれ。ああ、よかった。なんだったんだ。ケンタンメンさん、こんばんは。おい、あゆみさん、ありがとうございます。アイテムありがとうね。ありがとう。こんばんは。あ、のんちゃん、ジュース。どこ？おう、こけしさん、こんばんは。挨拶だけ？寝ながら？オッケーオッケー。ゆっくり聞いてください。じゃあ寝る時の耳のお供になるように頑張ります。こんばんは。
今日人少ないね。全然人集まんないね。なんかね、招き猫アイテムっていうアイテムが実装されたんですね。高還元アイテムで、ちょっと高額なの、3000円なんだけど、いくらもらえるんだろうな。多分俺の予想7割もらえるはずなんですよ。もし仮に、いくらだったかな、ちょっと見てみようか。お知らせ見てみます。お知らせじゃないか、アイテム見てみて。あ、今売ってないんだ。確かね、3000円で売ってたはずなんだけど、招き猫高還元アイテムっていうのがね、案内に出てて、招き猫アイテムが。3000円だよね、確か。それがね、7割投げられるって言って、なんか面白いこと考えるなっていう。どん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 リスナーさんに還元するから、俺はふわっちの考え方好きですね、すごい。リスナーさんと配信者をすごく大事にしているサイトなんで。37名さんこんばんは。楽しんでいってください。ワドツです。なんだろうね、金曜日の夜だから人集まりそうなもんなんだけど、意外と人集まんないんだよね、この時間帯って。不思議だよね。44名さんいらっしゃい。あ、アイラがやってる。アイラ、これ顔出してんのかな。ほんと年取らねえよな。
動いてるよね。本物なのかな。もはやもうアイラっていう人格は本当にいるのかどうかっていうそこに疑いを持ってるからね、うん、イケメンだよな本当に。じゃあアイラにトツかけてみようかな。おう、久しぶりだな。久しぶり、元気？元気だよ。何？デイリー1おめでとう。おう、ありがとう、サイコパスワード。何、最近やってなかったじゃん。何やってたの？ゲーム。は？配信やらないでゲームやってたの？もしもし？あ、もしもし、ごめん、ちょっと電波悪くて。ね、配信やらないでゲームやってたの？そうだよ。お前さ、もうさ、また1位に返り咲けよ、マンスリー。今1位だけどね。え、今1位なの、マンスリー。うん。いや、やっぱアイラいないと、やっぱあの。和道くんはどうなの？俺100、ちょっと待って、見てみるわ。俺やばいよ。俺はもうボロボロだよ、ほんとに。お前がいなくなってた間に。ね、俺は、うん、俺は90位。90位とか、別にマンスリーはいいけど、うん、なんか最近あんまり閲覧も200人ぐらいいたのにちょっと下がってきたっていう。ちょい下がってきたかな。ちょっと下がってきた。まったりしてきたの。まったりっつうか、もう囲いも。聞いてんの？聞いてるね。もうね、囲いもいなくなったし、もうなんか、ほら、ニコ生勢が流れてきたのよ。ちょっと。いや、和道君、ちょっと待って。うん。今、囲いって言った？囲いって言ったよ。あのさ、うん、この前俺チラッと和道の枠見たときに、囲いっていう言葉をリスナーが出したら、囲いとか、うちは募集してね、囲いとかって言葉出すんじゃないよってなんか。まあまあ言ってたけど、言ってたけど。言ってたよな。言ってた言ってた。あ、まあ、それは元いファンだね、俺の。俺のファンがいなくなったんですよ。アンチだらけですよ。いややっぱり、いや俺思うんだけどさ、うん、いややっぱ、いや俺が思うにだけどね、おいややっぱ和道くんその普段その優等生っぽいのがなんかやっぱりこうイメージついてんじゃない？いやだからね、俺ねもう本当に今配信やってて5年目なんだけど迷ってて、うん、どういう方向性でやってったらいいのかもうね分かんなくなっちゃってるね正直。要はなんかね、いや、まあ、だから、うん、でも雑談、うん、いや、そのなんか優等生っぽいのが基本に、やっぱ思っちゃうから、うん、違うんだよ、それは。ワードも結構さ、うん、しっかり、その雑談とかは割と聞いてられるし、なんかしっかりしたことをすごい喋ってるから、うん、だからそれがなんか基準となってるから、うんなんかそこでなんか正論とかすごい言ってるじゃん、なんか普段。ほうほう。でもなんかその実際アイテム欲しいってなったらなんか実際あれ？だろうなんかまあ、くだらない話で言えば優等生が窓ガラス割ったらなんかすごい、学校で、すごいなんかもうこいつクズだなって言われるぐらいの、なんか、だから綺麗事言ってんじゃねえのなんか普段知らねえけど、あんま見てねえけど。いやいや、綺麗事を言ってるんじゃなくて、俺の考察ね。俺の考察では、うん、最近ニコ生リスナーがドカッと来たのよ。やっぱ、ニコ生勢が来てるから。うん、で、あるね、ニコ生ではほら、悪名高いわけじゃん。で、フワッチでは優等生でやってたわけじゃん、俺は。そういう風にリスナー見てんの？まあ、俺の考察。で、結局アンチがバーって湧いて、うん、もうしっちゃかめっちゃかになったのよ、一回俺の放送が。うん。結局ニコ生リスナーも知ってるわけじゃん、ワードって言って。
だからもう俺もどっちに触れていいか分かんなくて。だ攻略法教えて、ふわっちの。教えるよ、じゃあ。教えて。今からがワドは面白い。いつもワドをここでやめると思うんだよね。そう、だから一回引退したやもめるっていうか、ここん。でもういいやうん。ーって、そうそうそう。なんかなるそでしう。ょ？なる。そう、そこっの時期なからる。が面白いと。だから、なんつうの、ガチアンチだ。俺の、これは俺も推測。だけど、こっからが、なんつうの、ガチアンチなやつも、なんつうの、なんだかんだ見ちゃうし、なんだかんだ見てるね。なんやかんや見ちゃって、なんやかんや、なんつうの、ガチアンチがファンチに変わってくるっていうかさ、俺はそれ一回も経験ないのよ、5年間で。そう、わかる。アンチをファンに変えたことは一回もないの。だからもうすごい苦手なのよ。いや、それは経験がないからじゃねえの。だって聞いたらやめちゃってただけで、そうそそう。の後を経験したことがないんじゃねえの。ない、ない。だからコンビ爆発しちゃっそれたんだやっよてね。みようぜ。いやもうだっってていう。ブロック入れまくっちゃったよ、俺。もうすごい数ブロック入ってるよ。それ解放するってこと？いや、違う違う。別にタヌキで盛り上がっててもいいけど、この放送を続けるってことがすげえ俺は重要だと思うけど。あ、もうひたすら耐えると。ひただってす。そっからがだってみんなさ、一回は挫折してさ、叩かれまくって、そっから何かしらでものし上がってるやつばっかりだし。いやでも正直ね、ほら、テルとかさ、ドレさんとかも、捨て頃の後、ブレイクしてるわけじゃん。俺だけじゃん、そう、くすぶってるの。いや、そう？いや、俺はね、本当で自分の立ち位置というかね、このくすぶってる感じとか、売れない感じに結構悩んでるよ。正直、本当に。いや、アイラだから話せるけど。今放送中？別に売れてんじゃねえの？どうなんだろいや、売れてないよ。う。何、嫌われてはいるけども、いじりに変わってんじゃないかなと思うんだよね。いじられんのいがじりを受け入れればいいんじゃない？いで、じりだと思うよ。もう、俺は。いじり、例えばさ、じゃあさ、ハゲだのさ、前科何般なのさ、もうずっと生活保護なの、もういじられ倒されるわけじゃん。それに対して何を返せばいいのか分かんないんだよ、俺は。いや、だから、そこ、プライドが高くなってんじゃない？だから、そこは別にいじられるときはいいんじゃねえの？何、スルーするってこと？いや、別に普通に返してばいいじゃん。なんかしたら、そんなこと、時代何番だけども、ぐらいの、コッペみてえでじもゃん。今こうやって頑張ってんじゃん、ぐらい の。コッペみてえだな、なんか それ大丈夫え、なんか、そういうふうに返せばいいんじゃねえの？なんか、だから、アンチをうまく転がすというかさ、結構バッチバチになってんじゃないの？アンチに。バッチバチだね。マジレス、マジレスですよ。ちょっとアイラのね、アドバイス、受け入れるわ。ちょっと。ちょっこれと。でよかったの？トツは。いや、久々だったから、いや、絡みてえなと思って。え、っていうか、よ顔かっ出したてんね。の？今。これ、映像じゃないの？いや、話してるけど。ああ、イケメンだね。いつもなし。相変わらずの美貌だね。いつも出してんじゃん。いつも出してないじゃん。いつもいや、なんか、ワードは。俺は出してるよ。そのサムネが怖いよ。でもかっこよくない？ちょっと。かっこいい、怖い、ちょっと。だってこういうのが好きなんだもん、俺。好きなの？好き好き。ちょっじと。ゃあさ、そんなさ、普段さ、でも結構ワードのコアなファンはいると思うよ。そのアンチの中にも。うなちゃんは見たもんでさ、ファンチみたいな感じで変わりかけてるときに、ワードがやめない方がいいと思うけどね、俺は。分かった。頑張るよ。だってさ、ワードが聞いてたら、アンチは聞くからもっとやろうってなるわけじゃん。でもそっからアイテムなんか飛ばなくない？いや、アイテムって。俺はだってアイテムって、って欲しいけど、アイテムは後に考えてるから、アイテムに行ったらもう見透かされるよ、そんなの。いや、マジで。もろに見透かされるって、アイテム言ってんなって。あと、キャラもあるんじゃない？なんか、ワドウがさ、アイテムって言わないキャラっていう感じで見えるんじゃねえの、普段。いや、だと思うそのなんよ。か、アイテムって、いや、アイテムタイムですとか言ったら、うわって、
ってなんか、いや、俺もこの前ワードの配信聞きながら寝てたけど、途中まで雑談聞いてても、いい感じだなと思ったら、いきなりなんかアイテムタイムですってなって、なんだこれと思って。アイテムタイムやめた。あれは良くなかった。あれは良くなかった。反省してる。いや、あれはやめた。でもね、それ硬いんだと思う。だから、それ分かるよ。いや、でも、だからとりあえずやめない続けてれば絶対いいと俺は思うしかない。あ、そう、もう継いや、続か。俺の周りの人間は、いや、ぶっちゃけ言うよ、これ、本当に今回はぶっちゃけ話するわ。ああ、頼むわ。ワもうード腹の割ろ。嫌いなやついっぱいいんの。でしょ？でしょ？だから俺は言うのよ。ワードもは一周回って、う、嫌いってやつに何を言っても嫌いなの。知ってる知ってる。何言っても嫌いなんだよ。あで、んまり言わないで傷つくから。もう、それも傷違うつく違う違から。う。だから最後まで聞いて。傷だつく。から、一周回ったら嫌いが、なんつうんだろう。マジ嫌いっていうのが、もう一周回ったらなんかじわってきて、じわるって、なんつうの。嫌いだけどなんか、いじれる。なんか見ちゃうな、みたいな。そっからが多分ワード、あれなんじゃねえかなと思うけどな。その前にもやめちゃうから。今まではやめちゃったやからな、あれだけど。ねえ、そうだね。いや、今のところやめずに踏ん張ってはいるけど、正直何回かここ1回か2回やめたいなっていうのは来たよ。ふわっちやってて初めて。え、で、そうだと思う。そう、このタイミングがターニングポイントだっていうのは分かってて毎回負けてんのよ。いつギター上達すんだよと思うけどね。俺ギター今好評だよ今。あとパンクのなんかファッションとかしてんのにギターは歌謡曲かよっていう感じはあるけどね。いや、今オリジナルソング弾いてっから。ああ、そう。オリジナルソングもバッチリ弾いてっから。服どこで買ってんの？ちなみに。その服どこで売ってんの？これもう。オーダーメイドだから。あ、オーダーなメイかドななかの？売ってない。売ってないなでしかなか売ってないよ。ょ。俺、そんなの清原か学徒か、なんかそういう人たちが御用達のところで買ってるんでしょ？多分。いや、あいつら俺の真似してるだけだあ、から。そうだったんだ。なんそうでか、す。あ、アイラが寄せてるんじゃなくて、あいつらがアイラに寄せてたんだ。そうですよ。あ、これ本当に言うけど。すいませんでした、本当に。いや、なんかファッションセンスとか服、なんかすごいね。あれ、白黒であの統一ね、ね。ワードね、これね、俺今日上下柄なんだよね。柄なんだよ。あ、見てる見てる。知ってる知ってる。これ普通ね、片方はね、柄じゃなくするのが無地にするのが普通なの。普通のおしゃれなファッションってのは分かってんの。わかるよ。だから上だけだよね。このファッションで言ったら。上だけその柄で、下が無地だよね。でって感じじゃん。普通のファッションしててでって感じでしょ？そんなんじゃねえ、俺のテンションじゃ物足りないんだよ。なるほど。で、ガラガラでダサくても、でもアイラっぽいよな、俺っぽいのがいいんだよ。だくどいけど俺っぽい？それでいいんだよ。え、何それ、帽子は何なの？帽子だけよくわかんないんだけど。うるせえよ、お前。なんか何？見た目みたいとな。んがりさん意識してん見の？た目いじる。お前さ、お前のフェニックスのお前ネックレスもきついぞ、あれ。うるせえ。これは結構いいやつだぞ。これかっこいいだろ。これかっいいこいいやだつでろ。もさ、フェニックスの、あれして、キャラクターがフェニックスじゃないからさ、いや、キャラクそのなんか、ターは、喋ってる普段感じが、おパンクのファッションっつうけど、俺パンクすげえ詳しいけど、うおうおう。性格がパンクなの？性パ格。ンクスですよ。こってこてのパンクス。シドビシャス。ワドビシャスですよ。性格？ワドビシャスでしょ。もなんかパンクじゃないか、性格パンクじゃないか、なんか違和感があるんだよな、見てう。て。じゃあ、アイラが見たワしドかもは、腕にあんなんつけない、パンクのやつつけねえからな、あれ言うけど。そうなんだよね。これ、666の、あんまつけないよね。っていうか、古いよね。俺のパンクって。多分、80年代とかさ、その辺のパンクだよね。いやでも俺は一周回ったらさ、嫌いなやつも一周回ったらね、なんかもう、なんだろうな、地悪いになってきて、囲いになるわけじゃないけど、地悪いになってきて、閲覧なんてそんな養分ぐらいでいいんじゃねえの？閲覧いや、はこれ養す分げえか。なんか俺普通に損すること言ってるけど、いや、ここで和道のことをボロクソに言った方が俺得すんだよね。まあそうだよね。いや、ボロクソに言っても全然構わないよ。全然いいよ。全いや、然いい俺はよ。普通に言いたいかな。
いや、だから多分、そうなってくる、来てると思う、風潮は。だからここで辞めたら、またいつも通りだし、辞めないで続けてれば、多分、めっちゃ嫌いなやつ、なんか、見ちゃうし、見てるうちになんかこう、いじり、い、き、マジ嫌いが、いじりに変わるんじゃないと思う。そこになったら俺の勝ちなんだ、アイラ的には。勝ちじゃないかな。なるほみどんなね。そうやってやってきてんじゃないの？でもアイラはそのスタイルじゃないじゃん。なんかテルチャンピンとかもさ、なんか知ってる？最近200万ぐらい稼いでてキャラ変したの。キャラ編は知らない。いやもうすごいよ。黄色いコメントばっかりだよ。で、もうマンスいや、でリも、俺、てるちゃんぴんに思うのは、あんまりにわかだけど、あのさ、売名ってみんなするじゃん、ワードも知ってる通り。まあまあまあ、するだみろうんね。なにリアトするようなやつって、ニコ生時代からたくさんいたじゃん。いた、いっぱいいた。でも、最後にさ、一番最後に生き残るっていうのはさ、呪縛に、その、売名しまくって、じゃあ、呪縛にみんなが来ましたと、ある程度リスナーが、その時に自分をどれだけ、自分の魅力があるかで結構さ、で、てるちゃんぴんは結構行動力あって結果囲われる要素もあったっていうなんかだと思うけどね。はっきり物事言うじゃん、意外と。スそうパッだね。パッ。素直だね。なんか生意気な口叩くじゃん。だからなんか結構、つまんないやつだったらいくら売名しても、まあ無理だね。誰に会ってもさ、結局呪縛で、気使ってペコペコしてたら、終わりだね。なんか何が本当か分かんないような発言してたら、誰もあれだけど、だからテレチャンピオンはそれで、だから自分、売名して、売名は最初したけど、で、そっから名前が売れて、その後で自分、呪縛で、結構自分を見せて、囲われるぐらいまでのなんか魅力があったんじゃないかなと思うよ。じゃないと、成功しないっしょ。まあね。いや、だから、ちょっと悔しいよね、テルの成功は。いや、嬉しい半分、ちょっと差がつきすぎて、まあ、アイラもそうだけど、まあ、アイラがフワッチやってた頃からずっと思ってたけど、なんかこう、ね、ニコ生時代とか、ニコ生は君の方が全然上だったからね。いや、お前も稼いでたろ。だってもう閲覧じゃないじゃん、アイラは。でも俺はね、前から言ってんだが、配信スキルめちゃめちゃ高いと思ってんの、アイラは。出会った頃から。喋りもうまい、ペラもうまいって。どうなの？何配信者の？アイラは。え？お祭り配信者？お祭り、都え、が大好ちきょっみたいな感とじ。ちょっと待って待って待って、お祭いいり？かね、俺ね、和道のリスナーと、和道の囲いと俺の囲いでなんか、共通してるリスナーが一人いて、ほうほうほう。なんか、詰められてて和道さんが、なんか特定されて辞めた、フワッチ大会したっていう花火師さんいて、本当、なんか、いや、これ名前さ、ミュウツーっていう人が詰められて、あれだっつってて、消えたら、大会したよ、らしいね。いや、それは関係ないけど、あんまり。ていうあ、か、気にしてないの？違う、俺の彼女がそれボッコボコにしちゃって、彼女骨折しちゃったんだよ。は？リアルの話？リアルだよ。知らなかった？もうめちゃめちゃ荒れてたんだよ。いや、彼女がもう怒ってて、ぶっ殺すかもしんないって言ってて。で、リアトスしたの？リア凸っていうか、フットサルの大会があったのよ。で、フットサルの大会に、まあ、1時間前ぐらいに入ったら、俺の彼女とそいつが鉢合わせしちゃって、彼女がもう88発ぶん殴って、で、腕ボコボコになっちゃって、今大変なんだよ、手骨折して。まあ、ほう、すげえじゃん。面白いじゃん、お前。いや、俺が面続白いけわけろじゃない。よ。俺が面いや、白いワーわけじドをゃやめたら絶対ダメだな。ない。分かった、約束するわ。約束して。分かった。何があっても続けると。今月マンスリー取ってね、1位。何気に俺、アイラいや、そが、れはどうでもいいから、ワードはやめないってことな。いや、俺は、アイラが、やっぱマンスリー1位にいると、やっぱりいいねってなるから、アイラ頼むよ。期待しいてや、る。それ以上にまず、やめんなよ、まず。分かった。俺はやめない。やめたら負けだよ。やめたら負け。分かった。それは約束するわ。うありがとね。ごめんね。なんかリスナーさんもすいませんでした。なかなかと。ん。出た、適当なやつ。5分ぐらい話そうと思ってたけど。
サイコパス的な喋り出たうるな。せえよ。心ないやつ。ありがとうるねはやー。じゃあな。ー。はいはい、じゃあねー。酔っ払ってんな。アイラー、やっぱすげえよな。はい、カオスいらっしゃい、ヨイいらっしゃい、ボロンジュいらっしゃい。出席確認します。手挙げてください。出席確認します。手挙げお願いします。いやー、すげえファッションだな、こいつ。でもイケメンだよね。本当に男で顔整ってるなーってマジで思うもん。ほんとかっこいいと思う。アイラは和道の前では素の顔出すよね。昔からなんだよね。結構ね、馬が合うっていうか、ジャンルが全然違うじゃん。正直。系統っていうか。で、アイラが、何年前だろう？もう3年ぐらい前なんだけど、ニコ生時代に、かけてきて、すごい気が合うっていうか、馬が合って、結構プライベートでも相談したりとかするタイプ、間柄なんだよね。会ったことは一回もないんだけど、いいやつだよ。さっぱりしてるっていうか。さっぱりしてて、すごい好きだよ、俺は。なんかあいつ。いいやつだよね。なんかね、でもね、男受けもしてもいいんじゃないのかなと思うんだけど、やっぱ、そうそう。その素の顔はあんま見せないんだよね。仲いい、結構、昔から。ねえ、俺も好きだよ、アイラ。まあ、何ができてるわけじゃないけど、黒い服つながりじゃねえわ。はい、ボロンジュいらっしゃい。ケンタンメンさんいらっしゃい。ファンタスティック花火投げ生主ね。いやー、でも、まあ、嬉しいね。いや、実は結構、へらった時とかも、結構すぐ連絡くれて、お前、頑張れよ、みたいな。俺はお前のこと応援してっかんな、とか、普通にメールくれるんですよ。裏で。優しいんだよ、あいつ。結構気にかけてくれてて。だから、戻ってきたからさ、一応挨拶に行かないとと思って。多分、先輩でしょ？あいらの方が。てかすげえよな、なんか服もリッチになってるしさ、また住んでるところがタワマンみたいなところになってるもんね。広い部屋になってるもんね。儲かってさすがね、ふわっちで初の700万稼いだ男なだけあるよね。どうなんだろうね。俺もその配信スタイルみたいなのはさ、結構ここ最近ブレてるじゃないけど、悩んでる部分はあるのね、正直言うと。どうしてったら正解なんだろうと思って。割り切ってるよね。いや、普通に雑談力高いよ。アイラは普通に雑談力高いよ。これ前から言ってるけど。だから逆に言ったら顔がイケメンすぎて、そっちに振り回されてるっつうかさ、自分のキャラ分かってるからピエロを演じてるだけなんだよね。何の差なんだろうね。マチルダいらっしゃい。何の差っていうか、俺はあいつは自分の役割を的確に分かってるやつだと思ってて、要はさ、雑談力も高いし、その喋りでやっていけるタイプなんだよ。普通にできるの。だけど、いや、リスナーが求めてるのこれでしょっていうのを的確に把握してるんだよ、あいつは。あいつはそういうタイプだと思うよ。リスナーが求めてるのこれでしょって。要は、アイドル見たいんでしょっていう。だから、下手なことやらないっつうかさ。あと、サプライズがうまいっていう感じがするかな。だから言ってたじゃん、変わったアイコンが気になるんだよ、和道ファンだから。俺は正直アイラ好きだね。単純に人として好きっていう感じ。まあでもみんな結果出してるよな、本当に。あ、フォローありがとうございます。和道さんはリスナーに何求めてると思う？俺が何求められてんのかをね、俺人の分析すごい得意なんですよ、マチルダ。で、ここのファンはこうなってて、こういうのって、すごい当てるの得意なんだけど、ことね、昔からなんだけど、自分のことは分かんないんだよね。だから、何を求められてんのか、何がしたいのかっていうのは、もう常に毎日自問自答してるし、それこそ、本当に夢に出てくるんだぜ。だから、逆にアイラに聞いてみようと思って、どういうこと求められてるんだと思う？みたいな。いや、コメントなくても全然喋れるよ、アイラは。普通にスキル高い。楽しいことと稼ぐことは違うの分かってる。まあそうだろうね。アイラは間違いなく稼ぐっていうことをもう分かってるし、ファンを喜ばせるっていうか、こういうのを求められてるっていうのを的確に把握できてるんだと思う。ね。
あいつがだから仮に不細工だとしても、俺は売れたと思う。ね。その喋りだけでも。和道が何を売りにしたいのかが最近ブレてきてるんじゃなくて。違うんだよね。結局ね、客層っていうのがあるんだよ。ファン層っていうか。で、客層って流れが変わるでしょ。俺がね、対応が下手なの。要は、普通に自分のやりたい配信一本やりでやってくんだったらいいんだけど、客層にすり寄っていくとね、ダメになるタイプなの。だから、そう、固定化してバーって走っていけばね、多分強いんじゃないかなと思ってて。俺がね、客層にすり寄っていくような感じとか調整が下手なんだと思うんだよね。多分。いや、でもね、何が当たるかわかんねえし、何がうまくいくか正直わかんないんだよ。わかんない。自己分析に関しては結果出してねえから正直わかんねえわ。どうしていきたいのかもわかんないし。まあ、ただもう一点だけブレないことを言うんだったら、俺は配信が好きだよ、やっぱり。配信が好きだし、その、ここに骨をうずめたいっていうのは本心だよ。そこにはブレはないですね。そう、やってる内容とかに関してはあるけど、どうしていったらいいんだろうな、どうやってやったらうまくいくんだろうなっていうのはある。ただ、なんだろう、毎日毎日悩み続けてるよ、正直。本当に枠開く前の、朝起きたから1時間ぐらい時間があったんだけど、今日とか、ずっと配信のこと考えてたもんね。本当に。で、あ、今日はうまくいくかなとか、今日はどんなトークできるかな、どんな感じになるかなとか、本当にいっぱい考えてますよ。ただ答えは出ないよね、そこに。答えは出ない。もう全問答やってるみたいな感じだよ。全問答。どうしたらいいかわかんねえな、本当に。答えが出ないゲームですよ。いつか日の目を見たいっていうのはあるけどね。いつかやっぱ自信持ちたくないっすか？自分がやってることとかに。ありません？皆さんも仕事であったり学校であったり何かあるでしょう。自分が好きなこととか一生懸命やってることでさ、日の目を見たいっていう気持ちはないっすか？僕はありますよ。だからコンプレックスが強いんじゃないかな、多分。劣等感の塊なんだよ。劣等感すごいあるもん。持ちたいよ、マチルダ。好きなんだもんだって。俺この世界好きなんだもん。もう何回ね、諦めても結局やめらんないんだもん。そうなんだよね。惜しいところでダメになるんだよね。だから心の弱さなんだよ。今、アイラ初めて見たけど、うなちゃんマンを30歳若くしてファッショナブルにしたような感じ。全然顔ちげえだろ。いや、そういらっしゃい。アイラは雑談力高いよ。ブロック解除はね、やってたの。1ヶ月に1回必ずやってたんだけど、今月からやらなくなった。なんでかっつうと、ブロック入れてる層っていうか、ブロック入れてる人って毎月同じ人なのよ。ほぼ変わんないの。だから結局、なんつうんだろう。意味ねえなと思って、ブロックは解除しなくなったね。結果出てないわけじゃないけど、大ブレイクしたい。やっぱ大手っていうか、なんだろう、金なのか閲覧なのかは分かんないけど、結果は出したいっすね。 どっちでもいいんじゃん。分かんないけど、やっぱり一目置かれたいっていうのはあるんじゃないかな、アキラさん。やっぱり何でもいいと思うの。何でもいいけど、いや、和道はすごいよって言われるようになりたいよね。一目置かれたいっていうか。いや、金梅さんとか、うなちゃんとか、ゆいがさんとか、何でも、どれさんでもそうだけど、一目置かれてるわけじゃん。じゃあ、俺が一目置かれてるかって言ったら、そうでもないと思うよ。いつかいなくなるんだろ、あいつ、みたいな。わかんないけどね。どういうふうに見られてるのかわかんないけど、やっぱ好きな世界では結果出したいですね。なんか自分が納得したいよね。なんかその順位で測れるもんでもないわけじゃん、この世界っていうのは。今ではそのランキングとかできてるからさ、そういうのが指数になってるかもしんないけど。
まず自分が、俺はこの分野やらせたらてっぺん取れるぜっていう。ネルさんの放送似てる？そうなのかな？そこわかんないな。まあやるしかないよね。まあ、アイラが言った通り継続しかねえからって言ってたのは本当だと思うから。そこはブレないでやってこうと思うよ。頑張るよ。うん、ありがとう、マチルダ。難しいよ、本当に。好きなものはね、嘘つけないからね。好きなものは多分好きなんだよ、ずっと。好きなものは変えらんねえよな。頑張ります。あ、ネルちゃん、ネルさんって結構聞くんだ。へえ。あ、そうなんだ。あ、意外だったわ。俺そんな感じには見えなかったもんね。そんな感じには見えないけどね、ネルさん。意外と、そういうタイプなんだね。繊細なんだね。へえ。あ、意外だったわ。調子に乗るっていうよりもね、やっぱね、メンタルが追いつかないっていう部分がでかいかな。自己分析すると。要はね、心のバランスが取れなくなってくるっていうか。どうなんだろう。あ、ネルさんメンタルかなり弱いんだ。知らなかったな。あ、そうなんだ。ネルさん打たれ弱いんだ。そうなんだ。知らなかった。でも、ね、結果出してるな、ネルさんは。不動の地位を手に入れてるからね。あ、優等生だよね。ネルさん、いや、俺別に優等生キャラ演じてるつもりもないけどな。最近 YouTuber の分析してたんだけどさ、素直に楽しんだもん勝ちだと思った。あ、俺も思うわ、それ。あの、ジョーブログとかすげえいいよね。俺、ジョーブログが今めちゃめちゃかっこいい YouTuber だと思ってて、なんかやりたいことやってんだろうなっていう感じがすげえする。ジョーブログだけだね、 YouTuber で。あと瀬戸康史さんかな。瀬戸康史さんはなんか悩みそうなタイプだけど、いやいや、自分作りすぎてないよ。最近は結構素直にやってるつもりなんだけど、最近はそうでもない。ちょっと前が苦しかったかな。まあ楽しいっすよ、なんだかんだ言って。配信好きだし。ただそれだけじゃ食えないわけじゃん、マチルダさ。ちょっと正直焦ってますよ。やっぱね、飯を食ってかないといけないから。奥が深いよな、この世界。配信者は隙が満載、ツッコミどころ満載、天然キャラの方が稼ぎそうな。稼げるかどうかは分かんないけど、ほら、稼ぐことに関してはさ、最近できた文化じゃん。配信者って稼げるよってっていう文化っていうのがここ1年ぐらいでしょ。だからね、そこはね、まだまだね、流れが変わっていくもんなんだと俺自身は考えてんだけど、閲覧に関してはそうだよね。ツッコミどころの満載の天然キャラっていうのはやっぱ強いっていうか、そういう人がやっぱ伸びてる気がするな。だから閲覧を取りたいのか稼ぎたいのかで、そっち側に移行したとしても結果が出るのかっていうのは分かんないわけじゃん。ぶっちゃけた話、どんなファン層を作っていくかっていう問題だと思ってるから、ファンは選べねえかんな。もう自分のキャラクターと必死に向き合ってる感じじゃん。自分がどういうキャラになりたいのかとキャラ求められてんのか全然違う話だから。珍しい人から電話来た。お疲れ様です。お疲れさんです。あれ、もしもし。もしもし。ああ、お疲れ様です。いや、声が違ったんでびっくりしました。大丈夫です。あ、はい。ワドね。はい。なんでワドがいいところまでダメになっちゃうのかって俺はわかるよ。え、マジっすか。いや、ゆうがさん教えてください。いや、僕人がある程度集まってきて、はいね、でお金が稼げるようになってくる、うん、
そうすると、お金をくれる人間と、アイテムを投げてくれる人間はリスナーさんだよね。そうです。でしょ？でも、リスナーの目を気にして、顔色を気にして配信するから、自分をいい人間に見せようとする、ボロが出る。で、リスナーはバカじゃないからボロが出る。それを見抜く。そうすると、そういうリスナーは離れていったりとか、上辺だけの和道だけを見てたことに気づくから。なんかでも自分をよく見せようとかあんまないっすよ、僕。いや、見せようも、もちろんそうなんだけど、上辺だけの言葉だけになってしまって、みんな配信でお金を稼いでない時はだけど、本音で何でも言いたいことを言ってたんだよ。言いたいリこスとをナーに言いも、たいっすよね。そう、リスナーにも配信者にも。でも、リスナーがお金をくれる以上、やっぱり言ってはいけない発、テレビみたいに言っわてはかる。いけない発言だったりとか、そういうのが出てくるのね、出今て度。きます、出てきます。わかります、それは。すごいわかりでます。も、こうやってしまうと、結局、和道という人間は本来どういう人間だっていうのは、後々ボロが出るんだって。矛盾が出るってことですよね。要は、あれっそう。て、稼いでない時言ってることと、例えばなんですけど、ゆいがさん、僕すごい悩んでるのが、花火をすごいくれてる人が、例えばいました。月10万円単位だとしましょう。ぶっちゃけ、嬉しいじゃないですか。で、その人が、と意見が対立した時に言えないとしたら、言うべきですか？その人に対して。一生続くと思う？そのさ、花火を上げてくれるっていう人間が一生自分についてきてくれると思う？思わないです。正直思放う。送しちゃう人間がずっと放送をね、今常連で来てる人間が一生来ると思う？自分が配信やってたら。全然思わないです。絶対ないでね、す。リスナー、言い方悪いけどリスナーなんてコマだよ。いつ来なくなってもしょうがないし、いつね、相手も投げなくなってもしょうがないよ。ただ、その時面白いと思うから、相手も投げてくれたりとか、放送に来続けてくれる。例えばでしょ？傷つくのが、こんな人だと思いませんでしたとか、支援しててくれてた人が離れたりする世界じゃないですか、急に。それにめちゃめちゃ傷つくんですよ、僕。ずっと応援してますとか、一生ついてきますとか、大好きですって言ってくれてた人が、理由もわからず、急に消えていったりとか、急に離れたりとかって、すごい傷つくんですよ、僕。何かしたんだろうとか。やつで、配信者は配信をしてて、リスナーが後から和道を見つけて、面白いなと思ってアイテムを投げてるみたいにするんだよね。そうですね。リスナーはリスナーで自分に合った放送を探して、そうそでのす時ね。は和道だっただけであって、でも他の配信者が和道より面白いと思ったりとか、和道が、あれ？ちょっと違うな、自分に合わないなと思えば途中から離れていくことだってあるよ。でもそれもちをわろん。ざわざ配信者が追う必要なくない？もちろんそうですね。じゃあもう、たとえ花火師であっても、自分のスタイルを貫くべきだって。確かにそれはできてないです、僕。要は、だって次、別に、だって、一人の、じゃあ花火師が消えました。別に新たに来るでしょ。来るんいすよつでね。来るんすよ。そうなんですよ。も。で、その来るんす。来るし、リスナーって、じゃあ5人抜けたからって言って、6人入ってくるでしょ、新しい人。そうなんですよね。入れ替わるんえ、すよそんね。なもんだから、いちいち、リスナーの相手も投げてくれる人間とか、ね、放送に来続けてるリスナーをいちいち、そんな感情移入しなくていいんじゃないの？もうリあスくナーまではリ視聴ス者ナーっだし。ていう。そう。って思うけど、俺なんでそんな、なんかリスナーにいちいち依存したりとか総括するのかなって全然わかんなくて。多分え、だから俺みんなボロ出ると思うよ。今ふわってた配信やってる配信者だし、みんなボロ出ると思うけどね。金杯みたいな放送スタイルじゃない限り。金梅さんブレないですよね。もう別についてこ、もうしっちゃかめっちゃかですよ。そう、しっちゃかまっちゃかやって離れようが何しよう関係ないじゃん。確かでに。も、金杯のファンはずっと見続けるし、ニコ生からも見てるリスナーは面白くないと思えば、離れおま金すよ渡ね。さないし、面白いと思えば出すし。もうじゃあで、て、金杯の放送面白くないなって言って、金投げてた人間たちが、はい。金を投げなくなると、ニコ生からのね、金杯ファンは、他の配信者のところにお金投げる。でも、金杯そうっすね。実際、金杯がね、たまちゃんと付き合ってるから、まあ、俺とかにいい思いしてるしさ、俺は。だから、そういうこともあるし、
あと、まあ、ワードみたいな放送ならば、コメントを拾えるから、そこにチャンスが生まれると思うよ、俺の経験上。一人のでかい、俺、先月130万一人のリスナーさんからもらったんだけど、やば。130万っすこうやか？って、そう、コメントをこうやって拾っていくことによって、ああ、ゆうはい。がさんの考えに共感しました。その言葉いいと思いましたって言って、はね、初見で次の日にお金くれたよ。い。ええ。そういうちょっこともとある。勉強させてもらってもいいですか？ちょっと、うん。そういう時って、例えばお金振り込んでいただくじゃないですか。なんかこう、どういうふうに付き合っていくんですか？もう普通のリスナーさんとして対応するんですか？それともなんか飯食いに行こうよって言われたら、行きます。俺も常々さ、はい。放送で言ってるけどさ、はい。自分は自分の配信だし、はい。リスナーに媚びも別に売るつもりもないし、自分の考えとか主義主張はすると。ただ、無謀にね、リスナーを叩いたりとかしないよ。叩かれたら叩かすけどっていう話で、放送は放送、放送外は放送外ってちゃんと割り切ってますからって。ああ、じゃあ、もう付き合えばしませんっ放送て。で言ってる。うん。おー。別にそのね、じゃあそういういっぱいお金を出してくるリスナーさんがいなくなったところで、たまたま運が良かっただけでお金をくれた時が。そんなもんだよ。花火くれる人間もそういうふうに思っといた方が楽なんじゃない？ああ、でも、それ、すごい、そう思いました。ゆいかさんに言われて気がつきました。僕、多分、花火投げてくれる多分心人、にゆとりないと、ね、懐にゆとりがなかったりとか、心にゆとりないと、ない。やっぱりいつまでも切羽詰まって、目先のことしか考えなくなる。確かに。まあ、そうっすよね。いや、だからワードはブレるんじゃない？多分。なるほど。あ、いや、もうすごいいいっすね。すごい、意味がわかりました。そう、ブレてるつもりは、ブレるって言われた時にブレてるつもりはなかったんですよ。ただ、ブレてるように見えるだろうなっていうのはよくわかりました。その、客観的に見た時に、要は花火師さんに対して離れていったりとか、主義主張が変わっていってるわけだから、いや、ブレてるでしょってリスナーさんは言うよなっていう。じゃなくて、花火投げてる人でも、投げてない人でも、主義一貫で、ゆいがさんみたいにやってたら、あ、ブレてないよねっていう。別に媚びも売ってないしってなるわっていうのがよくわかりました、今。要は花火師がいなくなりたくないから、ね、去ってもらいたくないから、じゃあ花火師さんの言うことを聞くになると、自分がブレるんだよ、結局。その方向に逃げるから。そうっすね。だったら自分さえ環境変わらなければ、ついてくる人間はついてくるし、いなくなる人間はいなくなるだけだから、そうっす俺はね。でも、長期的に見れば、和道の自分のスタイルを貫いた方が、絶対に成功すると思う。確かに。いや、すごいっすね、やっぱ。ああ、いや、その通りだなと思いましたね、本当に。まさだからに。多分自分が花火師に、花火師とかお金をくれる人に、こうやってついてきちゃうから、そうすると自分が病むんだって。やりますね。うん。やりたいじゃあことでそうきななくる。なって。そりゃそうだよ。花火師がじゃあ3人いたらさ、3人の考え方が違ければさ、そうなんですよ、ね、そうなんですどよ。ういう和道がついてくのって悩んでさ、結局和道がね、精神的にこうやって考えてしまうでしょ。そうっすね。だったら3人のね、花火師切っちゃった方がいいと思うでしょ、俺は。それで食えなくなったとしてもっすか？うん。どうにかなると思うよ。やっじぱ、ゃあ、食えなくなったら食えなくなったで、どうにかなるから。そうなんですよね。いや、死ぬこともないし、死ぬこともないし、リスナーが助けてくれると思うよ。そういう時に限って。確かに。俺、金くれって時絶対金くれねえもん、リスナそうなんですよね。ー。でも、なんか感じ取って、なんか感じ取って、こうやって入金してくれたりとかあるよ。ああ、いや、すごい説得力ですね。いや、マジで響きます。マジで響まあきそう。ます。なんかそんなのもやっていけばいいと思うけどな、俺は自分、ね、自分、わかんないけど、一応ワドアって何年もね、配信やってんだから。今年で5年目っすね。でしょ？だから、だったら、ね、自分、わかんない、誰が一番とか、誰かと競い合う問題じゃないからさ。自分は自分の放送したらいいだけだから、野球と同じで、ピッチャーがね、相手ピッチャーと戦うわけじゃないでしょ。相手打そうで線すとね。戦うけど、相手ピッチャーと戦うわけじゃないのに、ね、他の配信者と競い合ったらもうしょうがないから、自分は自分の配信すれば、絶対リスナーはついてくるし。だって、一桁とかしかさ、集まんない配信者が多い中さ、ワドは3桁今呼べてるわけでしょ。まあなら少ば、まあないですけど。確実に、まあ人を呼べるね、多少普通の人たちを呼べるんだから、自分の配信してりゃ、いずれ結果がついてくると思うよ。ただその結果がついてくる前に、ワドが、ね、
くじけちゃうから、結局そこでまたね、伸び悩んでしまったりとか、閲覧が落ちたりとか、花火が飛ばなくなったりとか、結果が伴わないんだから、だから俺もね、もう6年、7年ぐらいやってるけど。長いっすよね、ゆいがさんも。ゆいがそうそう。さんは一番苦労したっつうか、辛かった時期って何年目ぐらいだったんですか？もう無理かもとか、配信俺？辛いっていうか。まあね、配信別に限界を感じないよ。いつまでもやってられるなと思うし。現実社会には戻らないやったなと思うぐらいで。一回でも引退したじゃないですか。その僕が始めた頃だから、4年前、5年前ぐらい。4.5年前ぐらい。あれは何だったんですか？そう、もうやめあれはよう別に俺は別に俺同行じゃないよ、あれは。俺同行じゃないけど。まあ、彼女のことだったりとかそういうの。ああ、周りの生活で、プライベートで身を固めようみたいな。今どうなんですか？なんでふわっち来ないんですか？僕、え？前からふ疑わっ問だっち？たんですけど。ふわっちか。別に他の人がやってる分には構わないけど、俺がやったら、なんだろう、寝配信とかしそうだから。だってここ別に喋る喋んない関係なく相手も投げてもらえばいいサイトでしょ？いや、そんなことないですよ。全然みんな一生懸命喋ってますよ。でも喋んなくても相手も飛ぶだけは飛ぶわけでしょ？だっいてや、金目的でみんなやってるわけじゃん。まあ、金目的なのはもちろんですけど、さすがに寝てるだだけのから、やつは相手も飛ばないですよ。その時にね、自分が楽に稼ぐ、やっぱ人間楽をしようと思うから、俺もね、喋ってて相手も飛んできて、じゃあ枠開いてる相手も飛ぶかもしれないってなれば、配信もやるかもしれないし、なんかね、喋らないかもしれないし、黙ってることが多かったよね、便所太郎みたいにキーボードカタ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 叩いてるだけになってしまうかもしれないし。そういうふうな配信をしたくないだけ。もう配信じゃないからね。なるそれほど。は。垂れ流しだから。なるほど、なるほど。そういう配信を自分がふわっちでやってしまったりやる可能性があるから、まあやりたくないだけ。あと、まあ、ふわっちは、まあ、あと2年以内に潰れるから。そうっすふわっか。ちってもう一つ会社さ、サイトある知ってる？ファンライブの方っすよね。B の方っすよね。ファンライブもあるんだけどさ、今までね、一つの会社が複数の配信サイトとか、まあ動画サイトとか、そういうのを持ってて、まあニコ生だったりとか FC2 みたいに続いた例がないわけよ。でもで、やっまあ、てるとおん？ころがなかっただけなんじゃないですか、それ。やってるといころや、やっなてんるだ。とこあったよ。ひやってまわるとりこあっストたリーよ。ムか。ひまわりと FC2 とかか。確かにあると。あまあ、とは確かに。まあ、そのうちまあ、逮捕者は出るんじゃないかなと。配そ信れは者。ね、僕思います。逮捕者絶対出ると思う、ふわっちで。近々。もうそうなればやっぱり、テレビっていうのはね、テレビとかマスメディアっていうのは、やっぱりネットに対して敵対心があるので、なるほど。そうすれば、まあ、簡単に潰れる。僕は潰れないと思いますよ、ふわっちは。いや、もうふわっちはね、子会社が今運営してんだよね、ふわっちって。子会社っつうか、多分事業所を独立させたんだと思います。それは税金対策ね。親会社がちょっと、まあ、あんま良くない商売やってね。そうなんですか？どんな商売やってんですか、あん親ま会良社。くないっていうか、潰れても、ふわっちとかが残るようなシステムの中やってんの、今。知ってます。リスクヘッジしてますね、完全に。だからまあ、俺は長く続かないなと、このサイトが長く続かないなと思うし、課金システムっていうのは多分あり続けると思うよ、いろんなサイトで。YouTube ライあブれとかは。も出始めましたもんね、最近。だから最終的には俺はみんな YouTube に行くんだと思ってるけ僕も同意見です。それは同意ど。見。YouTube ライまあブ一番、が配信者そう。勝つと思う。ライブやりながら動画をそのまま上げれるのも大きいでし。かいですよね、広告収入になるんで。ただ、まだちょっとシステム的にまだ今やってる配信者には難しすぎるから、多分みんな映んないんだろうし。今、これこれことか、まこととか、なんか、ぴょこたんとか、みんなゲーム配信、YouTube ライブでやってますもんね、大手さんが。ニコ生の。そういうのがある場合は多分ね、言ってもいいと思うけどね、雑談だけは厳しいよね。まあ、そうっすよね。雑談は厳しいっすよね。あれ、なんか、ドレさんから聞いたんですけど、ドレさんと試合やるって本当っすか？どれ？いや、やる、や、あいつがやろうって言うから、やるけど、ボクシングっまあす別か？に、ボクシングルールで。それ僕も見学しに行ったらダメっすか？なんか、そのゴングとか、タイムキーパーとか、やりたいっす。別にいいんじゃないの？わかんない。
俺別になんかどれで試合をやるって話はなってるけど、はい。やりたいっつうから、別にそれはいいんだけど、俺は。はい。何でもいいよ、俺。はい。ああ、なるほど。そう。え、その時呼んでくださいよ。ぜひ。なんまあ、かいす。つやるかわかんないけど。あ、全然全然。はい。ああ、で、ああ、確かにな。でも格闘技ブームは終わったでしょ。まあ、捨て頃が一回落ち着いたんで、まあ、ブームはないですね、正直。でも、まあ、ユイガさんとドレさんがやるって言ったら、見たいっていう人多いと思いますよ。僕、絶対見たいですし。ふわっちね、なんか、わかんないけど、もったいないよね、ふわっちは。え、何がもったいないですか？いや、いろいろもったいないけども、その配信、そのね、配信者の、もう、でも配信者がもうさ、わかんないけど、ニコ生も相当ね、配信者ゴミだけど、それ以下だもんね。ニコ生いいか？ふわっち？いや、俺、配信サイトの中で、今までできた配信サイトの中で、一番配信者の質はゴミだと思う。え、そう？だっそれはて、お金どうこう、そのね、ひどい、まあ、そのメンツを見ると、ふわっちの、え、でも結構大手が集まってるじゃないですか。ニコ生の大手とキャスの大手が集まってるのふわっちだけじゃないですか。いや、でも、だんだんと、その、いや、下の方とかもそうだけど。ああ、要は、いや、全体的雰囲気って。あと、まあ、ふわっちに来て配信、勘違いしてる配信者多いあ、なと思っわた、かる。俺は。それはある。それはありますね。なんか、芸能人気取りみたいな、でも、そこら辺なんか、なんかリスナーが芸能人みたいに配信者を思うのならわかるけど、配信者がそうなったらおしまいだなと思ってんだけど、俺は。一番それ感じるのって誰とかなんですか？上から3人あげるとしたら、こいつ勘違いしてるなっていうのは。上から？上から、もうこいつとこいつこいつっていうんだったら。上からはわかんないけど、ね、3番目からとか。あ、ヒカルくんが勘違い。ヒカルくんでもキャスの人じゃないですか？最近ふわっちやってないですよ。あ、そう。全然まあでもうも、キャスっすよ。3番目からだったりとか、まあ、芸能人気取ってるわけじゃないけど、ちょっと、勘違い、ある意味勘違いしたな、どれの深夜食堂とか。え、どれ？芸能人気取りじゃないけど、そっちじゃないけど、まあちょっとね、捨て頃以降、ちょっと有名になって、でも結局、お方や話ばかりが続いて、だんだん最初雑談面白かったけど、お方や話が続いて、で、まあ飽きられてて、リスナー離れてってのは事実だし。あ、俺はね、ドレさんはそれ思う。ドレさん相当勘違いしてる。毎だか回、ら、まあね、やっぱりね、わかんないけど、アンチに対して調子こくなあると思うの。俺は閲覧がこれぐらいいるんだとか、それはアンチに対して言うことだって俺は有名だとか、なんか普通のリスナーにもそういうこと言ってるところが多分寒い。わかる。すごいわかる。多俺分、も寒いっ俺す。も40歳、俺40歳だし、あ、そっね、か。もちろん、配線ど40れか。は50いくつでしょ？ただのおじさんだからね、本当に普通に。ただおじさんの話をみんなが見に来てるだけだって、なんかね、なんか文化人みたいなポジションだと勘違いしてません？なんかコメンテーターとかさ、なんかその俺はご意見番だみたいなドヤ顔で語るのが最近、昔はそんなことなかったんですよ。なんか捨て頃以だ降から閲覧ね。集まってからああなっちゃったんですよ。なんか変わってるなと思って、アンチに対してね、なんかちょっと偉そうに、なんか攻撃的にね、俺がみたいなさ、有名だとか言うんだったらわかるけど、普通のリスナーに向けても言うでし ょ？あれは変ですよね。あれ違和感ありあますれよはね。ね、だから勘違いしてるんじゃないかなと思う。お前なんかまだ実績5ヶ月ぐらいしかなくて、ちょっとね、今出てきただけだって、ですよね。佐野ぐらいやね、あんだけ放送やってね、あれだけありゃ、もう誰もが認めるような配信者だからわかるけど、わかります。なんか昨日だか今日出てきたような配信料ちょっと人集めたからってさ。なんかね、最近ね、俺にもやかってくるの、上から説教してくんの。なんか、それがね、すごい、なんかもう、昔はそんなことなかったのに、ちょっと閲覧増えたら、もう態度豹変なんですよ。でもだからああいう配信者落ちてってるでしょ。僕、どれださからん、その。落ちると思う、今後。まあ実際落ちてるしね、一時期より半分ぐらいは多分リスナーいなくなったね。それは多分、まあ、どれ自身の勘違いが生んだものと、
あとはまあ、話がちょっとお堅いのかな、笑いどころがないというか、笑いどころがないまま、お堅い話ばかりが続いてるからっていうのは、うちの放送で、どれの放送を見てるリスナーさんたちほう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 。が、まあ、そんな風に言ってたね。なるほど。うああ、まあ確かにドレさんはあるよな、ちょっと勘違いしてるのは。まあそで、こ思の、うけど、だって、そのふわっちでやってる配信者、じゃあふわっちなくなったらどうすんの？僕は別に他、ここに依存してるわけではないんで、ニコ生で別にやっても、ツイキャスでやっても、YouTube ライブでやっても、多分固定のファンは変わらないっていうのが僕の読みですね。僕の場合はですけど。でもほとんどの配信者が多分通用してないような気がするな、まあ、俺通用は。しないですね、絶対。ゆいかさんとかニコ生でもキャスでも当ててるんで、ふわっち来ても絶対当てるじゃないですか、YouTube 以降が。ニコ、つって、これさ、ふわっちで今お金稼げるじゃん。じゃあ、ふわっちなくなっちゃって稼げるとこなんかどうすん僕、YouTube でも収入ありますもん。YouTube ライブ。の？だから、そこは僕は問題ないですけど、ふわっちなくなって困る人、荒野とか困りますよね、絶対。それは思いますね。確かに。俺、荒野の放送を見てて、残念極まれもんね、極まれないもんね。わかる。荒野は勘違いしすぎ。金梅さんに可愛がられてるから、金梅さんのバーターのポジションじゃないですか。でも自分の力だと思ってるじゃないですか。あいつピンで稼げないですからね。100もいかないですからね。ピンだったら絶対。金稼いだとしたって、俺、わかんないけど、一人で配信やってる時の荒野の閲覧とかで、ずーっとこうやってね、じゃあ、あと3年とかこうね、あ続のかままない。配信とか俺絶対死にたくなるね。絶対続かない、荒野のスタイルは。だけど、リスナーが認めないですよね、荒野のリスナーが。荒野は伸びると思っちゃってるから。客観的に見たら伸びないですよね。だって、そのなんだっけ、他の配信者がいなくなったら一人で配信できないでしょ、あの人。面白くもないし、何も。今回の座談会のメンツは、ゆいがさんが決めたんすか？そうだよ。俺と、リスナレコパープルさんっていう方は、どこの方なんですか？キャスの方なんですか？ー。ツイキャスだね。どういう系の人なんですか？レコパープルさんだけわかんなかったんですよ、僕。いや、俺もわかんないよ。ただ、お酒飲むと、豹変するらしいよ。座談なん会ってか、フリートークやるんですか？テーマ決めてるんですか？テーマは一応、用意して、配信論にならないような、配信論はリスナーが別に聞きたくもないので、配信にならないようなテーマを少し用意しながら、そのことについて話してもらおうかな。話してもらうのと、フリートークかな。僕らは、そのお題っていうのは先に知らされないんですか？もうその場で。その場知で。らされない。じゃあ即興芸に近いんですね、僕らは。生放送なので、台本は何もない、台本配信者なので、もう聞いたままもう頭の中で考えて発言してもらいたいね。自分の思ってること。わかりました。ないならまあ喋んなくていいわけ思だし。ったこと言っちゃっていいんですか？全然。じゃあ、本音を言ってくれないと、何もないので、俺からか、TJ からツッコミが入ると思うんで、本音やっでいいぱんです配か？信者が本音を言わなくなったのは、配信のつまんなくなったところだと思ってるから、俺、本当、昨日なんですけど、ニコ生の、やっぱ喧嘩凸とか、ハイライトとか見てたんですよ、動画リスナーさんと。そしたらもうレベルが違うんですよ。もうリスナーさんも言ってるんですよ。こんなに面白かったのかって、ニコ生の全盛期。もうゆいがさんの動画も流したんですけど、なんでこんな変わっちゃったんですか？俺、ツイキャスも変わったと思ってるんですよ。だから、それはリスナーさんが支援してくれたりとか、アイテムを投げてくれたりしてるわけじゃん。リスナーに食わしてもらってるから、少強しくで言えないも、のやっか。ぱり自分のいいイメージを作りたいから、リスナーの顔色を気にしながら発言してるから。言いたいことも言えないんだよ、すごい面白かったっすよね、ニコ生の全盛期って。6だって、年ニ前コ生ぐらい。やってる人たちってみんな金関係なかったじゃん。関係ないっすも別んに自分ね。の趣味でやってるだけじゃん。だから言いたいこと言おうが何しようが関係ないし、ね、過激なこと言えばリスナー増えるかもしれないし、それで離れていくなんてことはまず考えられなかった。そうだ、で結も、衣さんに一個お願いしたいことあったんだ、座談会で。聞けることと聞けないこともちろん、生放送は僕ら、演者なんでできないじゃないですか。ただ、別視点で、邪魔にならないところに三脚立ててパソコンで録画をさせてもらうことってできます？いいよ、それは別全視然点で。OK。それ OK ですか？他にも一人、なんか YouTube で動画アップしたりする人いるから、それ全然 OK ですそれか？は OK。僕も YouTube 上げたいんで、後で検証会とかやりたいじゃないですか、別視点で。
別に全然 OK だ。じゃあそれさせてください。よろしくお願いします。いやー、楽しみっすね、今回の座談会。まあ、伝えないと思うけどな、ニコ生では。ね、こうやってきて、ニコ生からふわってきて、ある程度こうやって人が集まるようになったのに、なんか心折れるんだよな。そうなんですよね。でも、正直、ニコ生の方が人集まってましたよ。立ち見映画出てたんで、ニコ生の時は、後半。だから、そこまで、今行ってないですもん。200前後なんで。もう一回、だから、結果出したいっすね、この世界で。まあ、ほとんどでもね、そのね、討論会というか、座談会というか、もうテーマはある程度決まってるよ。ね、いろんな配信者が、まあ、問題を起こしていることについて、自分らはどう考えてるのかとか。なる要ほするど。に、まあ、炎上インについターてネッ語トると配か。信の中で自分の家で、別にね、何やろうが、誰に迷惑かかるわけじゃないけど、社会で配信しながら人様にね、全く関係ない、インターネット配信とは関係ない、リスナーとも配信者でもない人にもまで迷惑かけるような配信者が増えたなと思うから、そのことについて自分らはどう思ってんのか、外配信のどういうことに気をつけてんのかとか、多分そういうテーマだったりとか。僕思ったんですけど、なんでユイガさんの枠じゃないんですか？そうですね。TJ さ簡んの。単に言うとね、一番人を集める配信者が TJ だから。閲覧が多いところでじゃあ大きい企画やろうっていう。そうです。大きい企画というか、今回の企画は、そのね、有名な配信者も集まって、過疎配信者じゃないけど、まだね、日を浴びてない配信者も集まって、やるわけだけど、ね、その多くの方にいろんな放送を共有してもらいたいわけよ。俺としては。例えば俺の放送も、ワドウの放送も、ドルの放送も、まあ、レコパープルの放送も、いろんな放送を空いてる時間帯で見てもらいたいわけよ。共有ね。まあそうっすね。僕も循環するって感じですよね、リスナーさんが。まあ、そのためには、いっぱい一箇所に一つ、人集めて、いっぱいの人に見てもらった方が、リスナーも面白い放送を探しやすいし、わかりやすいから。だから、その上で TJ が一番人を集めてるから、TJ の放送に集めようかなるほど。まあ、いい、普通な考あえと、だ俺、と。おすすめ規制やったんだよ、前。ちょっと前まで。そうだったんですか。おすすめ規制だから、人が少なかったから、だからもうさっさと TJ の放送に決めた。確かに。TJ さん、一番閲覧ありますもんね。どれの、ふわっちとかではさ、配信できないから。ふわっちでやってしまうと、アイテム、例えばまあ、お金の件で揉めたりとかするだそうっすろうっよていね。う。ずるいだろうってなりますもんね、絶対。だからそういうのめんどくさいから、めんどくさいっすね。だから、ふわっちとはやらない。絶対コラボとか絶対そういうふうになると思うよ。お金関係で揉めたりとかさ。彼女を連れてっていいんすよね。演者じゃないですけど。全然いいよ。端っこ、もうすごい楽しみしてるんで、パイセンと会えるの。俺も野球メンバーもしかしたら来るかもしれない。全然、それは。僕らは全然構わないです。もったいねえなーって。リスナーはさ、ワドにどうなってもらいたいのかって、どういう配信をしてもらいたいのかな、ないの？いやー、わかんないんですよね。何を求められてるのか。僕もそこは、だから、向き合ってこなかったのが僕の悪いところなんですけど。俺はずっと雑談やってるからさ、ね、企画とか求められたりするけど、俺はやりたいことやるんだよ。俺がやりたいことやるんだって、俺は言ってるもん。だからそれを見ね、見りゃいいだけだろって言ってるだけだって。そうっすね。でも、わかんないじゃん。ワドのリスナーは何を求めるのか。それがワドが答えれることなのか、答えたいことなのか。ですよね。さっき何かコメント言ってたけどさ、俺ワドのことずっと20分くらい思ってたけど、誰が言ってたけど、配信者が楽しいと思うこと、面白いと思うこと、やりたいと思うことをやってりゃ、リスナーも楽しいんだよ。間違いないですね。で間も、違いないです。最近の配信者、ワドもそうだったけど、一時期そうだったけど、リスナーが楽しめるような放送を作ろうと思うから、おかしなことになるんだと思うよ。生放送は。俺、だからもうそれで迷ってますもん。だから、自分がやりたいこととリスナーが求めてることとか、リスナー側に楽しませようって違うじゃないですか、根本的に。でも、乗らないですよね。自分が楽しいことやるべきですよね。そうで、だって、リスナーを求めることやったって、結果がついてくるとは限らないし、そんなもん一部の多分リスナーしかついてこないと思う。ですよならね。ば、自分でやりたいことやって、こんなことやってるんだって新規巻き込んだ方が、俺全然価値があると思うわけ間ね。違いないっすね。
間違いないですね。いや、実際だってね、最近またリスナー増えてきたし、今日も新規増えたし、結果につながると思うけどね、ですね。和道がやりたいことって何やりたいの、和道。僕は基本的にやっぱ喋りでやっていきたいっていうのはあるんで、やっぱり雑談っすよ。基本的に昔から変わってないです配けど。信に金をかけるってバカだと思ってるから、でも機材は別としてだよ。機材は別として、例えば外配信するのも企画配信するのも、なるべく金をかけないで配信やった方が絶対に面白いっす面ね。白いんだよ。自分もなんか困難があるし、わリかスる。ナーも見て楽しいんだよ、絶対に。間違いないっすね。でも最近ずっと金かける配信者ばっか結構多いじゃん。結構金かけてますよね、みんな配信の企画に。海だって外行ったりとか。海外行ったりとかさ、してさ、配信でさ、ね、全くなんかさ、それから閲覧がね、外れ10てま倍すとよかね。20倍とか行くのはわかるなけってど、ない で、むしろかそってたりしま変わすらない。もんね。もしくはそれ以下でしょ？あれ何なんすかね。海外行って部屋で雑談してるだけとか何やってんだって思いますもんね。もっと危ないところに行ってもらって、スラム街みたいな場所にずっと行ってもらってさ、正直だったらば、ね、韓国だかどっか行ってさ、なんだっけ、なんだっけ、慰安婦像？慰安婦像を蹴り飛ばしたりとかさ、してもらいたいしさ、そういう過激な放送を求めるだろう。日本人にもさ、称賛されるしさ、あんなもん多いんだからさ。なんかそういうのやりゃいいのになと思ってるけどさ、やるな。過激っすね。慰安婦像蹴り飛ばすんすか？いや、蹴り飛ばすでしょ、あんなもん。ふざけんじゃねえって話でしょ、マジで。それめちゃめちゃ面白いじゃないですか、ゆいかさんがやったら。捕まるかもしれないけど、関係ないでしょ、女も。関係ない英雄し。だよ、英雄。そう、韓国に似合うぞってすげえあるらしいから。1個じゃないんですか、あれって。一個じゃない。ああ、一般だよ。今、バスにも慰安婦像ね、こうやって座ってたりとかするんだから。バスの中に慰安婦像が座ってるんそうですだ。か？慰安婦像が座ってて、それを置いて、もう慰安婦像を置いてあったりとか、あとは、なんっけ、韓国に何箇所だったっけな。48箇所だかなんか、そんなの一般だよ、すげえ慰安婦像が。全部蹴り飛ばす枠。いや、全部ね、キックバットのとこに殴り倒したりとかさ、蹴り飛ばしたりとか、それ捕絶まっ対てくるから。ニュースになりますよね。ていうか、ニュ下手し。ースになったって、ニュースになったって、じゃあ配信者としてはもちろん有名になるし、名も売れるし、もちろんよ、だってなるよ、あんなもんって。おお、過激いいだな。効果しか、いい、もちろんね、逮捕されてるけど、韓国には大批判だろうし、でも、こっちの主張はよ、あ、こっちのね、主張はね、正しいと思ってるんだからさ、日本人は。だから慰安婦像をさ、日本人はね、あんなもんふざけんじゃねえってなってるじゃん。そうですよね。やりゃいいじゃん。いや、俺別に配信者じゃなくてもやりたいよ、あれ。慰安婦像なんかふざけやがってと思う。愛国者ですね。韓国が嫌いじゃないけど、あれは、一回話し合えてやってんだからさ。だから、そういうのは全然面白いし。まだ牙抜けてないですね、ゆいかさん。いや、面白いなと思うことは、だから自分でやりたいなと思うこっていうか、最と。近なんかバーを経営する配信者増えたじゃないですか。やっぱ先駆者の D プラスをやってた人からすると、あれはどうなんですか？配信者、モグゴリであったりとか、ティロフィナーレ香川さんのお店であったりとか。香川の店は普通の店で、本当に、あ、よたかっだのたですか？バー、楽しい。そうなんですか？香川さんの店一回行きたいんですよね。面白い、本当面白い。そうなんですね。モグたゴリは？だ、モグゴリは、まあ、どちらかというと、D プラスをもっとひどくした感じだね。お客に金を使わせよう、使わせよう、使わせようっていうところだから、多くのリスナーさんにお店に来てもらおうという店のスタイルではないから、まあ、D プラスの方がまだお客さん来てもらおうっていうスタイルだからあれだけど、俺もひどいよね。俺も店長頼まれているけど、やらないですか？まあ、いや、今のところやらない。一回やってみるっていうのはいいんじゃないですか？リスナだって自分のリスナーをお客にするってことでしー。ょ？それは僕おも客嫌だに。なと思いましたね。そっからお金を引っ張るんだよ、だって。簡単に。で、それが嫌だよ。ほら、嫌っす飲みね。放題じゃなくても、別に高いお酒を勧めないとか、そんなことならば、俺は別に店長やっても、来てくれるリスナーがいっぱいいればいいなと思ってるわけ。薄利多売ですよね、要は。
なるほど。モグゴリは続くと思います。どれくらい続くと思います？まあ、2回転だろうね。1回店長やった人間がもう1回やっああ、て、それで終わりだろ2回転が限界。う。配信者もどん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 ね、有名な配信者が出てくるわけじゃないから、まあ、2回転だろうね。俺の勘だと多分まあ、2月前に終わるんじゃないかな。回転が良ければ2月前に終わると思う。2月はお客さん来ないからね、基本。2月、3月とお客さんが飲みや飲食店来ないんで。その前に死ぬ。ゆうがさん店とか出さないんですか？俺、もうわかんない、まだ。出すんだ、いや、出してもらいたいですね、やっぱ、ゆうまあ、がちょっさんといに。ろいろ、話はしてる。ゆうがさんの店だったら飲み行きたいっすもなんか国際問題に発展するわって書いてる人いるけどん。さ。いや、まあ、発展しますよ、絶対。いや、国際問題も何も、国際問題も何も、あれはね、別に国が慰安婦像を建てるっていう話じゃないからさ。で、団体が慰安婦像を勝手に建ててるだけで、国が黙認してるだけでしょ。だから国際問題にも何も発展しない。あれをね、問題視したら、ね、韓国はそれをね、慰安婦像を認めたということになるからね。韓国そはした認らめ国てるん際、じゃないですか。違うよ。黙認してるんだよ、あれは。あ、要は勝手にやれって言って、民間団体にやらせてる感じなんですか。じゃあ、じゃあ置いて、それを結局、ね、本当は撤去しなくちゃいけないんだよ。道とかに置いてるんだから。でもそれをもう見て見ぬふりしてるんだよ、今状態。あ、そういう状態なんですね。そうなんだ。だって国が置けって言ってるわけじゃないんだから。じゃあ被害者団体みたいなのが勝手にやってるだけなんですか？だって解決したじゃん、一回お金とかそういうので。まあ、賠償金が。そう、あとは日本のね、上の人間たちが謝罪して、それで解決したよ、一回。でもそれでも結局置いてるじゃ何なんですかね。ん。だから国際問題には発展しないでしょ。それで国際問題にね、韓国がするんだったら、韓国が結局その慰安婦を認めたってことになって、最初からもうそんなの飲む気はなかったってことだから。そっちの方が、いや、多分他のね、国々から叩かれるだけだよ。まあ、おかしいですよね、やってることは。もったいねえな。またね、こうやってスタート地点に立たなくちゃいけないでしょ。そうなんですよ。もう、これの繰り返しなんですよ、僕の配信人生は。でもね、多分ね、なんだよ、ワードをね、多分ね、雑談だけやってるじゃん。で、リスナーもある程度ずっと固定するじゃん。新規が入ってこなかったりとかさ、アイテムが飛ばなくなってくるとさ、何も新しいことがないから、だから参るんだと思うんだから、そういう時こそ俺は、わかんないけど、前みたいに外出て、なんか、外配信とかやった方が、気晴らしになるんじゃねえかな。そうっすね。新しいリスナーも増えてくるだろうし、そういう時って。そういう時に、和道の雑談配信を見てない人が、外配信の時来て、で、和道の雑談でやっぱ面白いなと思って、新規になる人いっぱいいるわけだからさ。じゃあ気分転換はしていかないとダメっすよね。そう、自分で気分転換しようよ。間俺気違いな分いっ転す。換放送しないだから。それが一番だろう。あとあれじゃん。彼女と雑談すればいいじゃん。彼女が出たがらないんすよ、なぜか。画面に出なくていいからさ。ラジオとかこうで。ね。和道の不満なところ、和道、わかんないけど、お互いに不満なところとか好きなところとか、なんかそんなのさ。音声だけでも。俺前彼女とやってたけどさ、ツイキャスで。それ見たかった、面白そう。彼女出さないね。音声だけでやったりとかするよ。たまーに。いいっすね、そういうのも。そうすればね、女性がなんか和道の文句言ったりとかしたら、わかるっていう人もいれば、和道か、ね、お前はこういうところがダメなんだよとか言えば、ね、それ共感する人も出てくるし。確かに。それ面白いっすね。ちょっとのんちゃんと相談してみます。顔出ししないで。ちょっと1ラジヶオ月やにろ1回でもさ、いいからさ、貴重だと思うよ、そういうのって。人の恋愛話だったりとかさ、お互いのそういうのってあんまり、みんな言わないじゃん、社会でだって。言わないっすね。確かだに。からなおさらこういうネットで見れるから面白いんだと思うよ。まあ、面白いっすね。そういうのを、だからまあネタ仕込まないで、普通に、まあフラットに普段喋ってる感じで喋った方が、俺はいいと思
なるほど。それ面白いですうん、作ね。らない方がいいよ。作ると絶対ボロ出て、はい。ね、日蓮だってあんな正論ぶってるけど、ね、裏ではね、不倫したりとかさ、ね、女とエッチやって、ね、さっさと帰るよとか、そういうひどいことやってんだから、ああいう人ボロが出んだよ。ですよね。あ、だから素直にね、いい意味で、いいことも悪いことも素直にネットに出した方が、楽ですまあ、よね。楽だよね。楽ですね。そう、リスナーも、あ、こういう、そういう人間なんだって思えばいいだけなんだから。あ、この人はこういうこと、こういう人なんだって、リスナーはもう配信者のことを理解するしかないよ。それでいいんじゃドレさんは今後どうなると思います？どれはね、俺今後もう見えてんだよ。だんだんね、人も少なくなってきてね、こうやって、少しずつは減っていくから、だから、そうすると、どうなるかっていうと、俺は多分、まあ、どれは捨て頃をもう開いてもらいたくてしょうがないの。まあそうっすね。格闘閲技と覧かどね。れくらいになると思います？ドレさんの今の実力で言ったら、アクティブどれくらいが、アクティブっつうか、同時閲覧どれくらいが、ドレさんの実力だと思います？どれ？今？今の、まあ実力があるじゃないですか。で、要はバブルで、こう、人気で、今、こう、上乗せされたりするけど、本当の実力どれくらいですかね？ドレさん、ピンの。どれ？いや、2桁、1、あ、じゃあ、3桁行くか行かないかじ100人前後ってことですか。ゃん。うん。なんでかというと、なんでどれがね、人が少なくなったかっていうのは、これ2つなんだけど、要因は、まずちょっと話が硬いっていうのと、あともう1つは外部的なんだけど、ふわっちに行く配信者が増えた。うん。だから、その分、どれの放送じゃなく、他の配信を見る人たちが増えたってのもあるんだよ。これ、じゃあ、俺とかもそうだけど、他の配信者たちがどんどんふわっていけば、そうすれば、同じ時間帯に被せれば、もう絶対負けないと思う、もう俺。まあ負けないっすね。ゆうがさんが持っだてから、きますよね。そういうことになっちゃうんだよ、だから、結果。ただ、リスナーは絶対的、ふわっちは人数が少ないんだよね、全体的に。まあリスナーの数は少ないっす。うん。だから、そうすれば、やっぱり、ね、普段の閲覧より多分3分の1、4分の1ぐらいになるんじゃないかな。それがもう安定になっちゃうと、まあ、どれだと、まあ、100人前後ぐらいになっちゃうかなと思100人前後がまあいいところだろうと。う。うん。うん。うん。あとああ。は、ふわっちゃまあ、一番配信者よりもリスナーが敬遠してるから。配信者は多分、違和感なくニコ生だろうがツイキャスだろうが、ふわっちに移行する人は、配信者は移行するけど、リスナーは、この投げ銭システムに対して、やっぱりよく思ってない人もいるので。まあ、いますね。投げ銭は嫌うん。だっていう。そう。やっぱりそれあるので、もうちょっと、わかんないけど、配信者もその投げ銭をしてもらったから、ありがとう意識がちょっと強いんだよな、多分。だから投げてない人からすると、ちょっと冷めてるんだよな。それはありますね。要は、アイテム投げなきゃっていう空気はありますよね、ふわっちは。投げた人間はありがとうって言われたりとか、なんかちょっとアピールしてもらったりとか、こうやってするから、いい気分はするけど、でも、そこに、無料でただ生放送を見てるっていう人からすれば、確かにそういうア確かに。ピールを、なんか配信者がすることってちょっと冷めるんじゃないかなと思ギャップはありますよね、絶対。う。うん、もうちょっと挨拶代わりみたいな感じで、おうみたいな感じでいいような気がするんだよね。そうならなくちゃ多分生放送ってできないような気できがすない。る。だから、ありがとうって言わなきゃっていうのこっち側にありますもん。アイテムそうそうもらったらありが、要は会話が崩れるわけじゃないですか。そう。うだからん。そこもありますよね。やっぱり普通、なんつうの、盛り上がってるトーク時ほどアイテムもらっちゃうし、その時ほどワンクッション、こう、テンポがずれるっていう。ん。難しいですよね。それならば俺は簡単に言えばさ、アイテムを投げた人に多分エンドロールを流すとかさ、あとはもしくは最後にね、名前を、最後放送終わる前に、アイテムを今日なる投げほてど。くれた人の名前を呼んであげるとか、それいいっすね。それの方がシンプルのような気がする。確かに。それいいっすね。確かに。放送中はあくまで放送してて、みんなと雑談ならみんなと喋ってて、雑談をしてるだけであって、そこに相手が飛んだからありがとうってすごいやっぱり話が途切れてしまうし、聞いてるリスナー、ただ視聴してるリスナーからすれば、話が切れてるようにしか見えないんだよね。確かに。それ。話に集中ができないから、ならば最後に終わった後に、何々さん、花火今日投げてくれた方は何々さん、例えばね、金閣寺、たら、宇宙の果てから、帰還した男さんね、あ、今日花火ありがとうございましたって、こうやってみんなでまとめていった方が、俺はいいよそれいいっすね、確かに。うな。うん。それ確かにいいそかれものしれほうない。が、
一番し、そのリスナーもいないかもしれないけども、その時には。でもできでるも、リそスナーさん分かってて、今会話に集中してっていうのを添えて、要はアイテムありがとうとか後でいいよって言ってくれる人はできるリスナーさんですよね。放送のこと分かってでる。もまあ、たまにいますね。それが全体的に普通になれば、多分放送として、もっとリスナーが増えると思うんだよね。その経営リスナー層が、もっともっとリスナーが増えると思うけど、今のままじゃまあ無理だろうな。ちょっと挨難拶、しい多です分、ね。ありがとうって言わなかったら、なんでね、こうやってありがとう言わねえんだよとか、絶対文句つけっから、絶対なりますね。そこに叩いてくるね、奴らがいるから。なもう俺はふわっていけねえ、絶対。ああ、そうなんだ。残念だな。ゆいがさんがふわっと来たら、僕は嬉しいですけどね。普通に、単まあ、そ純んな。に、やっぱ絡んでみたいです。俺はもう、ずっと、ツイキャス配信者やってるから。ツイキャスは伸びますか？まだまだ。ツイキャツイス、キャス？ツイキャスか。伸びるというか、まあ、一番リスナーの数は減る。まあ、残るんじゃない？ああ、まあそうっすね。圧倒的ですもんね。だと思うけど、でもまあ、1円のお金になるわけでもないし、それならばこの期間にお金儲けになることを違う手段を考えた方がいい。ふわっての配信しようと思うよ。こんなアイテムだけでお金稼ぎなんて考えてたら、その時、いつか終わった時、1円も得れなくなるよ。ならば、ね、アイテム飛ばしてもらってこうやって配信やってるんだったら、その間に何か考えない。確かに。じゃないと、みんな潰れちゃうよ、一斉に。まあ、俺は潰れてもらって飯馬だけど。またまあ、そういう意地悪、またそういう意地悪なこと配信言う。者なんかマジね、一人でもね、いなくなってもらえてんだから、なんでですか？そうすればリスナーも流れてくるから。またそういう意地悪なの。もうレジェンドなんだから、そういうこと何言よ、わレなジい、ェンド。そういうこと言わないの。みんないなくなってください、やめてください。本当に。俺、タバコ買いに行ってくるからさ、ちょっと、そんで寝るんだから。了解です。すいません。す引っい張っまちゃっせん。て。ありがとうございます。継続してやってください。頑張ります。おっさんです。お疲れ様です。失礼します。ゆいがさんでした。ありがとうございました。みんな優しいね。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。いや、でも、やっぱり先輩の言うことをね、大事に。もう、ド正論だったね。ド正論でした。本当にド正論でした。みんなお疲れ。ワード2。よろしくお願いします。ド正論のド正論だったね。座談会がね、近々あるんで、1週間後、10月の15日に TJ さんのツイキャスで、座談会に出席するんで、ゆいがさんの企画に。ぜひ皆さん、15日は、ゆいがさんの座談会見に来てください。いや、全然違う。レベルが違うよね。黄金時代に、活躍してたっていうのは、本当にすごいことなんだよね。だからもうレベルが違うよ。俺らはどちらかっていうと黄金世代から外れてるから、むしろニコ生がオワコンだって言ってた時に現場でやってたから、同期はだから佐野っちとか川崎洋平とかワンワンとかレイチェルとか、あの辺がライバルだったんだよね、俺は。もう固定で決まってたもんね、レジェンド枠っていう。全然違うよ、黄金世代は。だってもう全員が全員スーパースターだったんだもん、あの時代は。ねえ。後のツイキャスの若手配信者に影響を与えた世代でしょ。レベルが違いますよ、やっぱり。すごいよね。説得力が全然違う。でも、ふわっち配信者としては、ふわっち盛り上げていきたいけどな。俺はふわっち大好きだし、ふわっちのリスナー好きだよ。香川くんの四国時代、香川さんがどこだったかな、その時。ちょっと香川さんは FC2 とかやってたかな、その時。香川さんが低迷してる時代かな。FC2 やってたよ、その時も。香川さんは、うなちゃんマンとか香川さんとか、あと鮫島さんがFC2 に行ってたね。
でもそのリスナーはいつまで経っても一生見てくれるわけじゃねえよっていうのに響いたな。もうそれ答え分かってるんだけど、で戻ってくるんだよね、気が向いた時に。だからリスナーさんのケツを追っかけるのは良くないよね。懐かしいよね、金閣寺さんね。まあ俺としてはこうやってね、ゆいがさんとお話ができるっていうのがもう本当に変わったなっていうか、若手の頃なんかお前誰だよって言われたからね。ありがたいよね、こうやって後輩にまで気かけてもらって、鮫島さんとかにもさ気かけてもらってるからね、一緒に企画やろうぜって言ってもらえたりとか。そう、チップ対決とか懐かしいね、やってたよね、バリ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 。母さんも今じゃね、店のオーナーだからね。すごいっすよ。まあ、いやー、やっぱ違うよね、アキラさんね。勉強になるよね、ユイガさんの視点は。全然レベルが違うよ。やっぱその、経験則で分かることってあるのよ。で、俺とは違くて、結果を出してる人間だから、やっぱ、その、なんつうの、説得力が違うんだよね。説得力が全然違う。すごいよね。面白かったわ。あ、詰まるところね、配信論になっちゃったけど、配信は奥が深いっすよ、本当に。おい、コマネチさん、こんばんは。楽しんでて。いらっしゃい。やっぱ、あと、その、雑談力が、レベルが違うよね。雑談力のレベルが、もう、桁違い。本当に面白い。やっぱ、その、喋りで人を、沸かせられるっていうのはすごいことだからね。なかなかできることじゃないですよ。はい、DK 忍者こんばんは。やっぱり、ワードはコメント拾う楽しさがあるから、そこにチャンス転がってるっていう先輩さすがっすわ。まあ、コメントは前からずっと拾うタイプだよね。コメントは拾うし、リスナーさんとのやりとりは好きだよ、俺。そこはニコ生から変わってないかな、スタイルは。なんか、その人と人との対話が面白いっていう風に考えてるんで、コメントはずっと拾ってこうと思ってる。好きですよ。喋ってよし、いじられてよしだもんな。俺はどうなんだろうね。まだ未だに自分のキャラクターが固まってるとは思えない。昔と比べたらまあだいぶいい思いしてるしさ、それこそ枠開いたらさ200人前後っていうのを来ていただけるっていうのはもうだいぶ環境変わってるし、安定はしてると思ってるけど、なんて言うんだろうな、やっぱりまだまだそのまだまだ結果を出していきたいよね。それで100万転がり込むのはパイセンのキャラクターと愛すべきクズ。いや、すごいと思うよ。100万もらったんだよ。俺、そんなの経験で一回もないもん。いや、放送面白かったんで100万振り込みますよって夢みたいな話だよね。あ、ゆいかさんはね、俺はいじられ方下手。俺は下手。NRT、成田ってことかな。和道よ。おい、金閣寺。いらっしゃい。NRT ね、成田ね。多分、成田のことだと思うけど。NRT ってよく言うんだよね、成田。和道のことニコ生の高光の初期から時々見てるけど、よく頑張ってると思うよ。ああ、嬉しいね。ありがとう。高光だから相当古いよ。もう始めて半年以内の名前だから。ありがとう、コマネチさん。ちょっともう一回ニコ生やってみれば、そうしたらふわっちの見方も。あのね、もう俺が知ってるニコ生じゃない。実はコミュニティあるんですよ。で、一回やってみたんだけど、もう全然変わっちゃって、ニコ生じゃないね。むしろ今、ふわっちの方がニコ生っぽいっていうか。もうニコ生じゃなかった。
ニコ生リスナーがいないんだもん。まあ、いじられ方圧倒的にうまいよね。まあ、いじられてなんぼっていうのもあるんだろうな。まあ面白いですね、まあでも自分のやりたいことやれよっていう一言だと思う。ニコ生は5000人コミュ6回作ってるね、立ち見えだから。同時閲覧が500以上、500から1000ぐらいの間で人は来てました。後半はだからニコ生の方が人は集まってた。俺は、炎天下の中、よっさんの家に突如した頃に見始めて、ああ、古いね。根性あるなって感じ。あれでしょ？お父さんと会話したやつね。夜中まで粘ったんだよね。よっさんが帰ってくるまでって。あれ大変だったんだよ。バッテリーとか機材も持ってなかったから、本当に充電しながら炎天下の中さ、フラフラになって、駅から歩いて遠いのね。そしたらリスナーさんがリアトツに来てくれて、バッテリー充電とか教えてくれて、夜中に行って、懐かしいな。あの時すごかったよ。リスナーさんがね、登録数がね、200人か300人増えたんだよね。よっさんってこんな力あるんだっていうのあの時感じたな。もう桁違い。一番多かった。うなちゃんマンが和道の放送入ってやれって言った時は150人ぐらい入ったんですよ。だから影響力が桁違いだよね、やっぱり。あ、クンニマンその時だったんだ。すげえ懐かしいわ。まあ若手の時代には先輩の力だいぶ借りましたね。ね、もう気合い見せろっつって、すげえ。でも帰りも大変だったよあれ。ましてやね、携帯電話で配信なかったからね。うなちゃんマン初期の頃にね、この和道ってやつ可愛がってやるみんなって珍味団に言ってくれて、和道ってやつ俺らでちょっと盛り上げてやろうぜって言ってくれてさ。紆余曲折はあるけど自分らしさを貫けよ。ついてくる人はついてくるよ。うん、頑張れよ。そうだね。よっさんが力屋の家に住んでた頃、違う、よっさんが力屋の家に住んでた頃じゃなくて、よっさんがヘラって引退するって言ったので、その次の日にリアトツして、よっさんが今何やってるのか引き止めるっていう枠をやって、よっさんの家にリアトツして、で、よっさん逃げたの。その時アウトロー配信者だと思われてたから、みんな逃げろ逃げろってひまわりが言って、よっさんパチ屋に逃げて、でも俺はずっと夜中まで家の前で張り込んでたので、夜中によっさんそろそろ帰ってきたろってまた枠開いて、マックで充電してで、よっさんの家に行ったらお父さんが出てきて、で、お父さんとこうしっぽり話したっていう。どうなんだろうね。わかんないね。自分のことはわかんねえな。でもなんか納得はいってねえな。まだまだ、まだまだ、なんかこう上に行きたいよ。前に進みたいっつうか。その今の自分が全然恥ずかしいっていう気持ちしかない。もっとできるっつうか。もっともっとやりてえっていうのはあるな。今の自分が、例えばドレさんは今の自分、俺結果出したすげえだろうって考えてると思うのね。俺は結果出したぞっていう、そういう自信みたいなのはないね。テルもそれあると思うの。俺は結果出したぞっていう、俺はまだまだいけるっていうか、まだ先に進みたいっていうか、こんなんじゃ終われねえっていう。ああ、四つ目にないと思うよ、その頃は。何でもかんでも YouTube 上がるっていうわけじゃないから、その頃はなかったね。ただ閲覧はえぐかったけどね。ねえ、酒買ったよね。みんなが好きな酒これだからつまみを買ってけとか言って、あの頃金なかったから出費でかかったよな。本当に3,000-4,000円分ぐらいさ、バーって買い込んでお酒買ってきて飲みましょうっつってね。力屋さんも復活しないかね。ね、橋本くんとかも復活したから、力屋さんそろそろ復活してもいい頃かなと思うけどな。あそうなの。ありがとう。コマネシさんのお嬢さんも、あ、嬉しいっすね。そういうのは、そういうのは家族で見てもらいたいとしたら嬉しいな、本当に。
なんか俺の知らないところで今日和道こんなことやってたよとか噂になってたらなんかほっこりするよね。誰かね、世界のどこかで俺が知らない人が俺の話題出して笑ってくれてたらそれはやりがいありますね。もうやっててよかったって思う瞬間っすよ。力也さんふわっち向いてるだろうね。ぶっぱねると思うよ。俺も力也さんふわっち向きだと思う。もともと初期のチャンネルホルダーだし、あの人独創性だし体張るし、小島グランプリの上位互換じゃん。あ、小島グランプリで結果出てるってことは、力也さんの方が結果出るだろうね。下手したら、800とかいくと思うよ、常時。力也さんは面白い。あと、ぴょこたん先生意外と好きなんだよね。ぴょこたん先生は面白い。なんか大衆受けする感じじゃないけど、独自の世界観がすごいあって。あ、この人すごいなって。ねえ、本当だよね。寝てても花火上がるって相当だからね。寝てても花火上がるっていうのはもう最強でしょ。力也さんすごいよね。体の張り方がえぐいからね。力也さんは本当すごい、あの人は。あの人から学んだこといくつもある。なんかブレーキがない感じがかっこいい。まあ、減らっちゃうんだけどね、定期的に。まあ、だから、岡村隆史タイプだよね、本当に。そうだね。全身あるのみだね。手に入れたいものは手に入れようと思ってます。もしよかったら力貸してください、皆さん。まあでもアイラと話せたのも良かったな、本当に。アイラ好きな配信者だからさ。お、いいね、マンスリー1位だ、アイラ。関係ないけど、力也ってバイセクシャルなのね。あ、バイセクシャルなんだ。へえ。あ、そうなんだ。え、金梅さんもバイセクシャルでしょ？金梅さんに聞いてよ。金梅さんってバイセクシャルなんですか？ってさ、そうだよって言ってたよ。和道がやりたい配信ってどんなの？やっぱ世代的に、深夜番組みたいなのやりてえなと思ってて。松本慎介とか好きだし、クレイジージャーニーとか好きでしょ？あと、放送室も好きだし、ガサ入れとかも好きだったし、電波少年とか好きだった。テレビの全盛期の深夜番組みたいな面白かった時代があったんですよ。ああいうなんかこう、世界観っていうか、もうやりたいこと好き勝手やってる感じが、かっこいいなって。昔のテレビは面白かったんで、ああいうのは好きっすね。やりたい配信っつうか、なんだろう。俺は今でもやりたいことやってるよ。今楽しいよ。ビジネスバイセクシャルなのかな？あ、多分違うと思うよ。本当のバイセクシャルなんだと思うよ。両方ともいけるって言ってたもん。だから深夜っちょとの関係とか見てるとガチなんだと思うけど。あ、ビジネスじゃないでしょ。リアルバイセクシャルでしょ。まあでも別にバイセクシャルだから何なんだって話したからね。面白かったら勝ちだから、配信者の世界は。あんまり偏見とかはないかもしれない。やっぱ偏った思想を持ってる人の方が面白いかな。金梅さん多分ガチのバイセクシャルだよ。強み強み、本当に強みだと思う。本当に強み。やっぱ人と違うのは強みだからね。
西新宿5の19の7だから思いっきりだよ。なんで弓美5の19の7だね。うん、なんで見た、のんちゃんと歩いてんの見た、弓美さん。そうだよ、思いっきりその周辺、あの羽衣門湯の近くだね。なんでこの辺だよ。近所に住んでる人なのかな。マックは近いかな。あ、そうだ、俺マクドナルドで飯買ったんだ。そうそう、マック近いよ。うん、マックっつうか、あのなんつうんだろう、ファミリーマート、もっと奥のファミリーマートの方だって。俺住所を公開してるもん。違いだったり旅だったり歌うまいとか仮装彼氏彼女とかふわちゃがっつりジャンル分けされてきたね。何なんだろうね、ジャンル分けする必要があるのかっていう感じがするけど、やりたいことやれやいいのに。セブンイレブンよく行くよ。今日はオリジン弁当で飯買った、のんちゃんは。で俺はマックのこれが朝飯、うん、そうだ忘れてた、2時間経っちゃった。うん、やっぱでも大手になりたいよ、結果出したいよ。うん、あ、なんか炎上して閲覧集めたいとかはないけど、根強いファンが欲しいね。永井先生とかよっさんとかネルさんとか金梅さんとか、いたずらされないっすね。むしろなんか物資送ってくれたりとかいい感じだよ。じゃあじゃあアップルパイ、ベーコンポテトパイはいらねえな。いたずら全然されないよ。だっていたずらして、ね、捕まるのはあのいたずらした方じゃん。おはよう風船、近くに住んでるんだ。はいよ、リスナーのユミミだよって声かけて。うん、アップルパイ、うお、セブンよりファミマの弁当の方がうまいの。ファミマの弁当クソまずいって感じだけど、うん、山田家ってお店、あ、わかんない、山田家知らない。うん、まあまあそう言わないでください、警察一直線さん。やめましょうよ、楽しみましょう。うん、楽しみましょう。うん、そう言わないでください、せっかく見に来てくれてるんで。うん、山田屋知らない、山田屋って何屋さん。おはようゲルマさん、おはようございます。おはようってことはもう朝か。おはよう、アップルパイ大好き、マックのアップルパイうまい、うん、うまい。オリジンはうまいよ、安定感はある。俺はあのホットモットホカ弁の方が好きだね。あのね、アイテムを気にしないっていうよりも、まあ金は欲しいっす、正直金は欲しいけど、一回原点回帰しようと思ってて、そのお金は欲しいんだけど、お金くださいっていうのかっこ悪いなと思って、もしハングリー精神取り戻そうと思って、もちろん億万長者諦めてないんだけど、なんつうんだろう、今は配信楽しもうってリスナーさんとで、楽しかったら結果絶対アイテムはついてくるって信じてるっていうか、なんか金金金になって配信楽しめなくなってたから、だから今は配信楽しんで稼ぐっていう、うん、だからもし今日楽しかったよって投げてもらえたら俺は最高だなと思ってるから、うん、アイテムタイムもやめたし、うん、アイテムくれっていうのもやめたね、今原点回帰っていうか、うん、配信がこのままだと嫌いになっちゃいそうだわと思って、もともとやっぱ好きで始めたもんだから、うん、あーゲルマーさんありがとう。何時頃に行くとかないよ、あ、不定期不定期、
俺もともとデブ配線者で、やっさり太ったら激しいの、うん、アイテムタイムとかなんでやめたかって、なんかその俺がアイテム欲しいからって投げてくれるもんじゃないなっていうことに気がついて、俺はいつでも欲しいじゃんアイテムを、金は欲しいじゃん誰だって。だけど投げる権限があるのはリスナーさんだから、もうリスナーさん信じようと思ったよ。俺は面白いことやる、楽しむ、リスナーさん楽しむ、その結果いただくもんだと思ってて、先にくれって言ったらアウトだなと思って、そしたらその金を稼ぐためにやることになっちゃうから、だからお布施じゃなくなってきてるなと思って、なんかリスナーさんに強要するのやめた。こんな感じかな。まあ、最悪だよ。食えなくなったら悔しいけど、苦しいけど、それでも配信は続けてえなと思って。少々、金を追いかけたら金に逃げるっていうか、そういう感じ、コマネシさん。初心に帰ろうっていう。だって3年間もさ、飯食えなくてもやっていけたんだもん。なんとかなるっしょ。頑張るよ、踏ん張る。まあ、リスナーさんに依存するっていうよりも、ちゃんと自分でしっかり踏ん張んねえとと思って。で、応援してくれる人をやっぱ大事にすべきじゃん。そういう感じかな。あー、のんちゃんも言ってた、マックで発売してるチェルシーシェイクめちゃめちゃうまいって。のんちゃんも言ってたわ。甘いんだ。いや、甘いもんはうまいよ。チルシーの味しなかった。いや、あそこのね、5丁目のねマックね、普通のバニラ頼んでもね、味が混ざってるからね、洗ってるんだけど、なんか多分機材ぶっ壊れてると思うよ。あそこのなんかカルピスの味とかしたりするもんだからね、バグってんだよ。5丁目のマックはね、味がバグってる。悲しいよな。 BGM 常に変えません？いろんな曲かけましょうよ。いやー、変えないっすね。変えないっす。もう行くのやめます。あ、そうなの。そうだね、目先の金にとらわれないようにそうします。ありがとう、頑張ります。そうだね、希望はある。マクドナルドあるあるなんだ。ミラさんいらっしゃい。2月ぐらいにかかってたやつ、これの前のやつか、かけようか。一回そっちを定番にしてたやつがあって、ちょっと待ってね。この辺美味しいご飯、っていうか東京がまずまずい。多分これでしょ。多分これだと思うよ。これでしょ。
これね、でもね、なんか喋りづらいんだよね、ちょっと。東京はね、高いもの、お金を出さないとうまいもの食えないっていうイメージかな。やっぱ東京は高い、物価が高い。これでしょ。アイテムアイテムって聞くよりコメントもしたくなる。どこが、まあ、田舎の方とかうまいイメージあるけどな。成田とかうまかったよ。安くてうまいもん。いや、もう大阪とかもうまかったね、旅行った時。やっぱ地方に出ると飯がうまい。だから東京にもうまいものあるんだけど、ぶっ飛んで値段が3倍4倍とかするから、やっぱ庶民で食えないんだよね、そういうもの。関東の人はグルメじゃないのは有名だよ。だからフランチャイズばっかりだよね、安いもんは。大阪とかうまいもんいっぱいあるよな。やっぱこれだとなんかだれちゃうね。だれちゃう。こっちにするわ。こっちの方が好きだわ俺。うちの家族は声聞くだけで、あ、和道家やろっていうよ。ん？和道だろうって言う？いや、継続ですよ。継続っすよ。なんかこれ、友達の持論ですげえ響いた言葉があって、例えば、俺、サッカーやってるんだよね。どれくらい前からやってんの？いや、昨日から始めたんだよ。それやってるに入らねえだろって。お、空手やってるんすよ。どれくらいやってんの？半年っす。いや、やってるに入らねえだろって。何かを漫画描けますとか、小説書いてますとか、何でもいいんだけど、人にやってるっていうことを言えるのって最低ラインが3年だと思ってんの。俺は。で、空手でも漫画でも何でもそうなんだけど、絵を描くとか音楽作ってますとかギターやってますとか、3年やってるって言ったらやってない人とは明確に差が出るの。だから継続は力なりもそうなんだけど、何か僕はこれをやってますって、趣味でも何でもそうなの、稼いでなくてもいいからやってるって人に言えるラインっていうのは俺は3年だと思ってるの。3年やってたらどんなに才能のないやつでも素人よりは実力が上になる、要は黒帯になれると思ってて、で、俺はいつも何事もそうなんだけど、3年で結果を出せるかどうかっていうのに才能があると思ってる。まあ、3年やらないやつはダメ。1年で才能なんか絶対出ないから。3年やって、石の上にも3年とか言うけど、3年やって初めて人に言えるラインだっていう。ゲームでも、映画でも、映画見るの好きなんですよ。もう3年見てますとかさ。やっぱ3年っていう時間は、大事かなっていう。3年やってたらね、人に語れるようなことって出てくるし、
明らかに技術体系とか基礎ができてくるからね。うん。初めましただよね。いや、3年以下は全部俺初めましただと思うよ。で、3年やると今度何が見えてくるかっていうと、才能があるのか、ないのか。3年もやらないで才能ねえわっていうのは笑わせんなって話だ。2年、ね、1年イラスト描いたんだけど、俺才能ねえわって。いや、努力が足りないでしょっていう。 うん。こいつ俺の放送向いてねえなって思うリスナーってどんなリスナーですか？あんまりないよ。向いてるか向いてないかで言ったらない。っていうのもリスナーは選べないから、配信者は。ねえ、来てくれてるわけでしょ。やっぱりその店を開いて来てくれてるわけだ。で、来ている人に対して向いてるか向いてないかっていうのはあんまりないかな。ただ、その中にも、向いてる向いてないはないとしても、この客好きだったらこの客嫌いだなっていうのはあるでしょ。 あ、うぜえな。店やっててもそうでしょ。アルバイトやっててもそうでしょ。またあいつ来たよみたいな、あいつ来なくていいのになみたいな、そういうのはあるんじゃない。石の上には3年っすね。だから向いてねえっていうのはないけど、来たらもてなすけど、来たらね、向き合うけど、そこで別に、なんだろう、好き嫌いがあるだけで、向いてる向いてないっていうのはないっすね。まあだから人付き合いと一緒だよ。あ、こいつと話合わねえなって。200人集まったら1人2人絶対出てくるから、馬が合うわこの人と、この人といるといいわっていう関係と、こいつ合わねえなっていう、ただそれだけだと思うよ。合う合わないだけでしょ。あるよ。もう何話しても突っかかってきたりとかさ、何話しててもこいつとは馬が合わねえってあるよ。話しててなえるじゃん、そういうやつ。それはありますよ。ただもてなすつもりは最前提として、生放送の主なわけだから、やっぱり人が集まらないと話にならないわけだから、そこは気をつけてるよ。なるべく迎え入れるっていう。ただ、向こうが楽しむ気がなかったら、まあ、ごめんって感じだよね。悪いけど、ちょっとブロックだわっていう。やっぱり楽しむ気がある人たちと一緒にやってかないと、楽しい空間って作れねえから。それは大事だと思うんだよね。一緒に楽しもうぜ、和道っていう、今日もよろしくなっていう、俺も、リスナーさんよろしくっていうのはあるから、お互いやっぱりそこは大事だと思うよ。楽しむっていうつもりで来る。お互い楽しもうぜって。そこはやっぱりリスナーさんとの信頼関係だよね。それは松本人志が言ってたんだけど、楽しむ気のないやお客さんを笑わせることは不可能なんだっていう。もちろん期待されるわけじゃん、芸人さんっていうのは。今日の舞台どんな舞台かなって。だけど、こき下ろしてやろうっていう客に対しては喋ることはないって松本人志が言ってて、俺は全く同意見だね。笑わせてくれよとか、楽しませてくれよっていうプレッシャーは大歓迎だけど、こき下ろしてやろうとか、滑らしてやろうっていう人に対しては、すまん、出てってくれっていう。できんです。フーリガンでしょ、フーリガン。 空気って大事だよ。最初から偏見はないよ。最初から偏見はない。むしろ偏見があるのは リスナーさんの方でしょ。こいつはこういうやつに違いねえって。 こいつは悪いやつに違いないって。まあよく言われるのが、あ、怖い人だと思ったとか、
ヤンキーだと思ってましたとかよく言われるけど、なんじゃそりゃだよね。まあ見た上で好き嫌いって言われちゃうのはまあしょうがないけどね。俺はもう言いたいこと言ってやってるわけだからさ、好き勝手ね、人様の前で好きなこと喋ってるわけだから、そりゃワド俺合わねえわとか俺は嫌いだわっていう人がいっぱいいますよ。だからそれに対しては何もないよ、合わなかったんすねって。だからそこは受け入れてく。どうなんだろうね。やっぱり愛されたいけどな、可愛がられたいっすね。可愛がられてなんぼなんで、僕ら配信者は。いじられキャラだと思う？俺別に求めてないとは思わないけどね。だからいつも言うんだけど、いじりといじめの違いっていうのは信頼関係だと思ってて、信頼関係築いてるんだったらいいんじゃんっていう。だから そこなんじゃないの。信頼関係があったら、いじめといじりだったらいじりになると思ってるから、信頼関係でしょ。そこは求めてないわけじゃないよ。全然うまく料理できる人がいるんだったらそれで成立するとは思うけど、なんかどれさんにいじられても俺何にも言わないじゃん。それは信頼、どれさんに対して信頼関係があるからだと思う。はい、おはようございます。初見さん楽しんでってください。ワドです。どうも。俺 B 型、血液型は B。 すごいんだよ、うちの家族全員 B なんだよ。親戚も B ばっかりなの。だからすごいよ、親戚、ばあちゃんが人集める人だから、親戚中が家に集まるのよ、正月になると。向こうは麻雀、将棋、テレビ見てる、料理作ってるって。いや、部屋の中30人40人ぐらい集まるんだから、バラバラ、みんな好き勝手喋ってる。B 家系の。親父は O 型だったかな。血液型は B。もう好き勝手やってる。いや、エリートじゃないよ、全然。いや、すごいよ。もう本当に。ほとんど B なの。9割型 B なのよ。なんだろうね。血が強いのかね。なんか家族もほとんど B だもんね。ほとんど B。 のんちゃん何型か知らない、わかんない。A 型って言ってた。
なんでリスナーさんの方が詳しいんだよな。自分の嫁のさ、血液型も知らねえのかよっていうね。しっかりしろよだよね。なんでリスナーさんが知ってんだよな。いや、おかしいでしょ。いや、聞いたけど、俺ね、誕生日と血液型とか、そういうの覚えられないんだよね。昔からの。興味ないこと全然覚えらんないの。昔からよ。わかんない。だから俺、妹と弟の血液型何だったかなって、あんまよくわかってない。そういうところが B 型。うん、全然わかんねえな。いやー、どうなんだろう、発達障害かどうかわかんないけど、子供の頃からそうだね。関心のないことは全然覚えらんないんだよね。一番ひどかった時なんか、今日何の日か知ってるって言われて、当時付き合ってた彼女、10代の頃付き合ってた彼女に、今日何の日か知ってるって言われて、やべえと思って、誕生日おめでとうって言ったの。俺は、うわ、彼女の誕生日だったんだと思って、誕生日おめでとうって言ったら、バカじゃないのって言われたの。今日何の日か覚えてないのって、ごめん、わかんないわって。あんたの誕生日だよって言われたからね。えっと思って。俺自分の誕生日、勉強もそう。それくらいひどいの。今日何の日か知ってるって。やべえ、彼女の誕生日忘れてた。ごめん、おめでとう、覚えてるよ。つったら、バカ、あんたの誕生日だよ。あ、そうなんだ。それくらいひどい。勉強とかでもそうだね。全然覚えらんねえな。うん、あ、そう、JCK おっぱい組長は忘れない。そういうなんか面白いのは忘れない。だからエピソードトークとか全然忘れないんだよね。昔面白いことあったとか、その友達とあんなことあったよねみたいな、そういうネタになることは忘れないんだけど、変なことばっかり覚えてるから。関心のないことは覚えらんねえんだよな。逆にだから勉強の暗記とかできるやつすごいよな。頭どうなってんだろうと思うもん。勉強できなかったな。数学とかはできんのよ。もう数式見たらさ、できるまでやるのよ。パズル解く感じで。で、法則性みたいなものを掴むと、もう数式見ただけでパーって解けるの。ただ、その、アルゴリズムっていうのかな、その法則性をつかむまではすごい時間かかるんだよね。そういう感覚に近いかもしれない、理系なのかな、理系なのかな。どうなんだろうな。理系文系って言われてもね、中学校しか出てないから理系も文系もねえんだよ。算数と国語しかないんだから。義務教育しか受けてねえからね。いや、だから勉強できる人、いや、今だから大学行きたいよな。なんかすげえ楽しそうだもん、勉強。ガリガリ内職鮫島くんが誰だのことだかわかんない。新名さん、ごめんね、わかんない。おう、カッチン久しぶり。いや、寝起き。寝起きでもう2時間ぐらい経ったかな。2、3時間経った。こっから全然配信するよ。楽しんでってね、カッチン。楽しんでって。
頭が悪いやつは、の法則を探してしまう。のなんて読むんだろう。東大は無理だろう。東大は無理だと思うよ。俺ね、寝たいだけ寝てて、最近睡眠時間やったら長いの。今日18時間ぐらい寝たかな。早起きとかじゃなくて、たまたま目覚めたのが夜中の2時ぐらいだったのかな。東大はね、無理だと思う。なんでかっていうと、クラスメイトですっげえ頭いいやつがいたの。で、そいつは京大だったんだよね。だから東大に行くやつって多分頭の出来が違うんだと思ってる。イコールにたどり着く法則性を探してしまう。イコールにたどり着く法則性。頭は切れるっていうか、俺は言語性 IQ が高いんだと思ってて、なんかそのバカではないと思うの。バカではないと思うんだけど、知識に偏りがすごいあるタイプで、あの簡単に言うと伊集院光ってわかる？あの知識、よくうんちく番組企画だとすっごい知識が出てくるじゃん。なんでこんなこと知ってんのって。で、伊集院さんも中卒なんだよ。で、そういうタイプだと思ってて、自分の関心のある知識はガンガンコレクションするから、すごい引き出しの数あるんだけど、サイン、コサイン、タンジェントとか、なんかその基礎学問みたいな教養っていうのがごそっと抜けてるっていうか、そうそう、 EQ とか PQ じゃない、要はその思考の瞬発力はあるんだけど、記憶が偏ってるっていうのかな。そういうタイプだと思うよ。東大で働いてたことあるけど、頭いいのは常識ない、失礼な子多かった。だからあれだよ、アルバート・アインシュタインが言ってるじゃん。常識とは17歳までに身につけた偏見のコレクションである。要は常識って偏見なんだよ。だから頭いいやつってとらわれないんでしょ、そこに。自分で考えるんだよ。寝すぎると体痛くない？体痛いね。バキバキなるね。結果にコミットより経過にコミットしてよ、ワド。俺はどうなんだろう。経過っつうか、過程は楽しむものって感じかな。道のりは楽しむ。で、手に入れたいゴールは絶対に見定めておいて、そっからブレないっていう。そういうのが自分で生きやすいやり方だと思ってるから、ゴールは一点はブレなければ、道のりはね、ブレてもいいと思ってて、あとはまあ過程を楽しむっていうことを大事にしてるかな。そこまでの道のりはドラマだから。やり直せるなら大学生になりたい。やり直しはしたいとは思わないの。例えばそのタラレバっていうんだけど、何々だったら、何々できればとかさ、過去のことを変えようとしても無理なんだよね。だから俺はそういう感じはない。過去のことを戻りたいとか、タイムスリップしたいとか、そんなの無理だから。だから無理なことは無理って考えるのがバカバカしいと思ってて。ね、その、今からでも未来なら変えられると思ってるから。だから今から行きたいね、大学。過去を変えるつもりはないね。かわいいじゃん。理系というか、右脳優位性、左脳優位っていうのあるよね。あー、どうなんだろうな。思いっきり俺は右利き脳だから左脳型なんじゃないかな。だからアーティストとかの世界観ってすごい惹かれるもんね。やっぱ感性で生きてる人ってかっこいいなと思ってて、感性優位性の方がなんか楽しそうっていうか素敵だよね。なんかこの前バーで飲んでる時にフォトグラファーの人が言ってた。フォトグラフ、写真の展示をしちゃったの、バーに。で、その日本人は、そのフォトグラファーが言うには、日本人はその解説が好きすぎるっていうか、この写真はこういう意味がありますみたいなのが好きで、なんかそれがダサいって言ってて、違うんだよねって。その写真の前に立ち止まった時に、あなたが感じたことは何でもいいんだよって。どんなことでもいいから感じてほしいっていう。その正解なんかなくて、例えばうわー綺麗とか、涙が出るとか、この写真すげえとか、それだけでいいのに、そこに意味を見出そうとするな、日本人って。だから、もっと、そんなもんじゃないよ、芸術って。絵とか写真とか映画っていうのは、
そのあなたが見た時にあなたが感じた何かを手に入れるためにお金払ってるんでしょうって。だからなんでそんな正解みたいなものを求めるのみたいな。うん、俺もそれは同意見だったかな。なんかその君はどう感じたっていうのを交換するのが楽しいのになと思って、俺はこう感じたわ、君はこう感じたって、わーって。だからその世界の受け取り方はね、全員それぞれにあるわけだからそれでいいじゃんって、うん、なんでそのテンプレートの答えみたいなのを求めるんだろうね、うん、これにはこういう意味があるんだよって。撮ってる方なんか意味なんかないんだから、うん、撮ったり書いたりしてる方意味ないでしょ。かっけーとか楽しいってやってるだけだからね。俺はだからその感性で生きてる人かっけーなーと思うよね。そうそうそう、直感的なものっていうか、ね、感情が湧き起こったものってそれはもう真理なわけじゃん。嬉しい気持ち、楽しいとか痛いとか辛いとか悲しいとか、うん、そういうなんか心の中に湧き起こってくるものって素直なものだと思ってて、ストレートで、うん、でそこには嘘はないものじゃん、うん、とてもその原始的というかピュアなものっていうか、俺はそういう風に感じてるけどね。そこに身を投じるというか、なんか書き手の意図なんか受け取る方は考えなくていいんだよ。全くない。俺は結構感じるよ。特に最近なんか冬の季節の肌寒い感じだから、なんかこうふわーってこう心が変わる感じがあるね。なんかこう季節の変わり目になるとね、心がねこうなんて言うんだろう、昔思い出すんだよね。すごいいろんなこと思い出すな、季節が変わると。もう原始的なものなんだけど、それはなんかふわーっとねよぎるんですよ、いろんなものが。あー、ありがとうアイテム、ペンコちゃんありがとね。仕事中なの？あ、夜勤？頑張ってね。うん、ありがとう、耳のお供に、ぜひぜひ。ありがとうございます。なんだろう、ないっすか。俺匂いとかその気温、気圧の変化みたいなのですごいこう昔のこと思い出したりするんだよね。思い出すっていうのも変なんだけど、なんかこう昔の気持ちとか子供の頃の感情みたいなのがねふわーって蘇るんだよね。なんだろうね、冬とか秋とかね、いいよね。なんか、うん、心模様ってやつかな、すごいいいっすよ。特にこの時期好きだな。あるよね、あるよね、みんなもあるでしょ。あるでしょ、わかるでしょ。匂いとかなのかな、何なんだろう。俺はね、あとね、台風の前のあの季節の変わり目の風の強い感じがするとね、ざわざわするんですよ。こう血がこう騒ぐっていうか、風が強くなるとこうなんて言うんだろう、こうふわーってなるんだよね。すごいこう気持ちいいっていうか、風が好きなんだよね。台風の前の台風の風というか、こう季節の変わり目の台風の、あら、なんかこう何なんだろうね、原始の記憶っていうか、風が好きですね。だから毎回こう季節が変わるなっていう。
個性をね、なんだろう、髪の色が違かったり、人と違うファッションセンスでいいと思ってるんだよな。ガキの頃からね、俺、服笑われるんだよな。お前の服どこで買ったの？って言われるんだよ。ユニクロだよっつっても、どうやったらその組み合わせになんの？とか、お前また派手な服着てんなとか、よくいじられたんだよな。なんか、自分が好きなものを買って、好きな組み合わせで着てて、なんで笑われるんだろうっていうのはあったね。だから、そのカバンの色とかも赤なわけじゃん。なんで、その黒とか茶色じゃないといけないんだろうとか。男の子のランドセルは黒で、女の子のランドセルは赤な理由もわかんないしさ。なんか、制服を着ないといけないとかもよくわかんないし。むしろファッションなんか自分の人間性を表現するっていうかさ、ものの一つな大事なものだと思うから、なんかこの革ジャンなんかまさにね、お前仮面ライダーウルトラマンかよって笑われたんだけど、俺はかっこいいと思ってね、買ったわけでしょ？なんでこれがおかしいのかっていうのはわかんないんだよな。この赤とか普通にかっこいいと思うんだけど。女リスナー何人くらい食ったの？いや、別に食ってないよ、俺は。今、ランドセル何色でもいいよね。何色でもいいと思うよ。逆にね、なんかみんなと同じ服着ないといけないっていうのは、逆に格好悪いんじゃないのかな。なんか右向け右みたいなのはよくわかんねえな。キッスの格好しててそのまま投稿するのも当たり前らしい。アメリカはみんなバラバラだったよ。なんか、アメリカの中学校行ったことあるんだけど、なんかギャングみたいな格好してたり、B ボーイがいたり、芋っぽい普通のポロシャツみたいな子がいたり、バラバラなのよ。なんかすごかったね。バラバラ。ガリガリ内職、鮫島くんが誰だかわかんないですね。さっきも言いましたよね。個人的にはいろんな、服装の和道さんが見たいけど、ドレさんがあいつは自分がいいと思った服しか着ないからって言って無理だよって言われた。無理だね。なんだろう。俺普通のレザージャケット、いや、これレザージャケットだけど。なんだろう。俺服の買い方が普通の人と違うんですよ。普通の人って色とか機能とか見るでしょ。俺服の素材から見るタイプなの。だから、端から端まで、メンズのコーナー行ったら、触るんですよ。素材を。服をこうやって一個一個触っていくの。で、着れる服をまず選ぶの。普通と違うでしょ、ちょっと。素材から入るのよ。で、あ、この素材、着れないわ、とか、あるの、自分の中で。あ、なんか、すべすべしすぎ、とか。あ、ちょっとこれザラザラ、とか。あ、これはいい、とか。で、素材から見て、で、今度、デザイン見るんだよね。で、最後に値段。だから、何やってんのって言われるんだよね。いつもなんか、端からジーパンとかこうやって触っていくから。何触ってんのみたいな。なんか、変な人みたいな。だから、俺は服はあんまり変わんない方がかっこいいと思って。チクチクするのとかすごい嫌だね。ファッションって自己満オナニーなのか世間体なのかで激変する。ああ、そうだと思う。で、自己満オナニータイプだね、俺は。スイス銀行に口座持てるほどの金持ちだけど、ホームレスや障害者の人にも常に、あ、俺ね、それね、すごい思うの、コマネチさん。あのね、障害者の人と絡んでて、俺子供の頃からこれ疑問だったと思うんだけど、かわいそうっていうやつがいんの。とかいじめだよとか、あと放送やってて違和感なのが、放送に映しちゃいけない人だよとか言うんだよ。これが差別なんだよ、俺からすると。あのね、普通に対等に扱う。例えばね、俺ね、お母さんに怒ったことあんの。あ、ありがとう、花火ありがとう、カッチン。あのね、俺その障害を持ってる同級生がいたのよ。で、そいつと友達になって、そいつの家に遊びに行ったの。俺は普通に接してるんだけど、まあそいつはちょっと喋れなかったりするのよ。
まあ普通に障害を持ってて、そのちょっとだから普通の人の脳みそが違うのね。でその時にお母さんがボロボロ泣くんだよ。お母さんがボロボロ泣き出して、ありがとうって、初めて家に来てくれた友達が和道くんだよって、ありがとう、本当にありがとうって言った時、お母さんにブチ切れた。それは差別だよって、お母さんって、俺はこいつと友達だから普通に遊びに家に来ただけなのにねって、そんな当たり前のことでお母さん泣くのはダメだよって、それすらも切れたもん。だから昔から言われんの、なんでお前の周りってそのひまわり学級みたいなやつ普通に遊びに来んのって、その普通に話すんだよ俺で、普通にダメなことも起こるの、やめろよとか、そのダメなことってやったりするじゃん、だからやめろよって言うのよ。そしたらお前障害者に対してその言い方ねえだろって、いやその考え方が間違ってるって、障害者だろうが健常者だろうがダメなことはダメなんだよって、なんで怒んねえんだよって、人間として接してんだよこっちはって、俺は嫌なことされたら障害者だろうがお前だろうが言うわっつって、俺本当にそうだと思うよ。だからハンディキャップの意味を分かってないんだよ。みんなね、あのか、なんつうの、隔離しようとするんだよね。俺は普通に接するよ。どんな人間だろうが、障害者だろうが健常者だろうが関係ねえよ。過保護にすんなよ。対等に普通に接する。だからね、結局ね、その障害者はどうのこうっていう考えてるやつほど障害者を差別してるんだよ。俺からしたらみんな気違いだよ。世界中の人間が気違いだよ。まともなやつなんか会ったことねえよ。うん。ねえ、それがすごいんだけど、俺引っ越しすんのよ。小学2年生の時引っ越しをして、で別の小学校で育って中学校になって高校になるんだけど、その親友がいるんだよ。でそしたら親友が言うの、なあ島津、島津って本名なんだけど、島津って、お前さって、何々っていうやつ覚えてるかって、えって言って、いや俺同級生にその身体障害者、精神障害者っていうか、まあ、知的障害者がいるんだよっつって、うん、で俺の出身中学どこって言ったら、まあ、成田の校だよって言ったら、島津くんと同級生だねってそいつ言うんだよって、え何って言って、言ったらそのさっき話した男の子だったの、えって小学2年生の時遊んでた友達だけど中学校の名前で分かったのっつって、お前の名前言ってたよって、で何々でどう遊んだとか全部言ってたよって、それ本当っつったら、いや本当だよっつって、すげえ感動した。なんでそいつ覚えてんのって、わかんねえわって。ただ昔からその喋れなかったり聞こう、なんかもうわー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 言ってたりとか、要はもう障害を持ってるんだけど、頭は良かったのそいつ。テストの点数とか普通に取れんの、だからサバンみたいな感じなの軽く。だからそれ聞いた時感動したよね。と思って、お前のこと覚えてたぞっつって。でも小学校の転校した名前とか普通覚えないじゃんって、転校した時、それの俺は中学校聞かれたんだよって、すげえよなっつって。いるんだよね。だからそのだからその障害だと思ってるけど、それは俺らの偏見なんだよ。そいつは何かの分野に関して言ったら天才なんだよ。記憶力が異常にいいのよ。だからあの例えばその俺映画作業所で働いてたことあるけど、もう普通に喋ったら明らかに、ああもう病気の人なんだって分かる人っているんだけど、実際関わって偏見なく接するとめちゃめちゃ能力あったりするの。プログラマーだったりイラストレーターだったり、そう普通の人と違う絵が描けたりめちゃめちゃうまかったりするのよ。プログラミングの天才だったりとか。だからね、障害なんてないんだよ。能力にその差が強い人がいるだけなんだよ。ハンディキャップに甘えて甘えることにモンスター化する障害者もいるらしいね。俺は見たことないけどな、実際に見たことないから
なんか、らしい論とかってあんましないんだよ、ヤバぞ、俺。だから体験を実際見て、そういう人がいたら俺は言うと思う。なんかこういうバカがいてさ、みたいな。でも実際そんなの見たことないね。そう、なんだろう。わかんねえわ。だから、何かが欠落してると、味覚だったり、嗅覚、聴覚が冴えるっていうのは、よくあることだからね。触覚とか。他の機能で補おうとするんだよね。絶対音感持ってたりとか。で、今の社会ってコミュニケーション能力高いやつイコール頭のいいやつっていう考え方だ。なんか俺は疑問を感じるけどね。障害者は上部だけの人と本音で語り合える人と区別できるみたい。あ、上部だけの人と本音だけの人。へえ。でも、あれだよ。さっき言った障害の、小学生の時の障害持ってたやつなんか、何喋るわけじゃないんだよ。何喋った記憶ないの。ただ、隣で一緒にゲームやってたりとか。なんかね、目とかで伝わるんだよね。いる佇まいとかで伝わるの。だから喋った記憶はほとんどないの。会話ができないから、普通の。ただ、恋人といる居心地の良さみたいなのってわかる、なんか。喋らなくてもほっこりしたりとか、心開いてくれてるとかわかるじゃん。手つないだり抱きしめたりとか。そういう感覚に近いかもしれない。リラックスしてるっていうか。でもそいついじめられてたんだって、高校で。いじめられてるっつうか、まあ、やっぱいじられるんだって。だけど、島津の友達だったら、つったら、なんかいじられてたら守るわって言ってくれて。注意するわ、つってくれて。だから昔からなんだろう、障害持ってる人と、すごい、子供と障害者ってすごい近いと思ってて、感覚的に俺は。昔からね、子供と仲良くなれるの。公園で、なんかポケーと座ってる子供が寄ってくるんだよね。で、子供と仲良くなれるの。で、見た目こんな感じだから、お母さんが警戒すんのよ。ダメよ、みたいな。でも子供はすごい懐いてくれたりとか。一緒に遊ぼう、お兄ちゃん、みたいな。昔からだね、それは。子供と障害持ってる人は仲良くなれる。むしろなんかまともな人っていうか、なんかがあんまりよくわかんねえな。なんかこんだけ世界がぐちゃぐちゃなのに、こんだけなんかめちゃめちゃな世界でまともにできるってすげえな、みたいな。気が狂ってんなと思う。俺は世界が歪んでるのが前提だから。歪んでたりとか、多様性とか、揺らぎとか、なんかこう、ふわふわした世界で生きてて、なんでそこでまっすぐ、まともだと思って生きれるんだろう。動物はどうだろうな。動物もわりかし好きだけど、犬が怖いね。犬はなんか嫌だな。ちょっと。犬可愛いんだけど、なんかこう、犬は苦手っていうか怖いな。おはよう、ヤナラッキー。兄貴にまたワドのこと伝えとく？おはよう。衣替えしてる？季節変わったね。おはよう。子供好きってわけじゃないのよ。なんか、別に普通なんだけど。まあ嫌いじゃないよ。なんか寄ってくんだよね。で、遊ぼう遊ぼうっつって。まあ、ジャケット、ちょっと寒くなってきたからね。バカありがとう、成田さん。ありがとう。そう。だから、なんていうのかな。楽しいよ。子供は無敵だと思ってて。最強より、もっとかっこよくて。敵がいないんだよね。無敵なんだよね。無敵っていいなと思って。敵すらいないっていう。なんかこう、無敵な感じがするんだよね。あと、命を使って一生懸命やるでしょ？子供って。だから、全力で鬼ごっこしたり、全力でじゃんけんしたりして、死んだように寝るでしょ？パタッと。
ああいう風に行きたいね。この革ジャンでロハコさんとキスをしてパルパルをぶん殴って いろんなジャケットを着るとね、いろんな歴史が染みついてるね。山本選手っていうか、もうこれしか着てないかな。赤似合う、ありがとう。だからその全力で何かをやるっていう、パタッと寝て、すやーって寝てるのを見ると可愛いよね。こいつらは何も悩んでないって。こいつらは何も感じているだけなんだよね。全力で体を使って表現してるだけで、表現っていう言葉すらもないよね。ただ遊んでるだけなんだよ。ロアコさんにチューしちゃったの昔ね。タオル、そうだよ。リスマンじゃなくてね、これは、何の景品だったっけ？金魚の景品だね。そう、全力で何かをやるやつはかっこいいっていう。ちょっとトイレ行ってくるわ。待ってて。ただいま。金魚？何金魚って。あ、そうそうそう、金魚アイテムね。そうそう、なんか前メンヘラのこのタイムラインのツイートがすげえよくて、女の子の悩みは99%は抱きしめると治るって書いてあった時笑ったな。すげえ説得力があって。お米さんおはよう。女の子の悩みの99%は抱きしめると治るっていう名言だなと思って すごいよね、説得力が半端じゃなかったな。スキンシップは大事だよね。いやー、すごい説得力ない。俺、それを文章に表現できたその子のメンヘラの、ドメンヘラの子なんだけど、すげえ響いて、ただ抱きしめてほしいだけなんだっていうメッセージは響いたよ。そう。それはなんか、すごい、この子の世界観すごいなーと思って。説得力あるなーと思って。言葉はいらなかったんだって 言葉なんていらなかったんだって。名言だよね。
もう無理、別れる。抱きしめられたらなんとかなる。説得力があったね。ちょっと感動したもんな。すげえ発言だなと思って。おはよう。寒いね、もう。洞察力もすごいし。今日っていうか、おとといあたりから急激に寒くなったよな。すげえ寒くなった。いや、それは、いや、でもね、要は、抱きしめ方っていうか、いろんな優しさがあると思うの。そばにいる優しさ、話しかける優しさ、抱きしめる優しさ、いろんな優しさがあるんだと思うんだけど、なんだろうな。いや、誰から構わず抱きしめてあげりゃいいってわけじゃないんだけど。おでんいいね。いや、暖房を今日回したいね。冬だね、もうね。秋終わるね。もう暖房だろうね。エアコンのフィルター掃除したよ、昨日。なんか言葉だけじゃなくて手をつなぐ優しさとかもあると思うんだよな。気持ちを表現する方法って。なんか優しく抱きしめたいっていうかね。あ、そうなんだ。熱くなるんだ、また。ああ、そうなんだ。へえ。まあまあ、季節がこう変わる、揺らいでいく時期だよね。俺はいつも言うんだけど、メンヘラの子の方がまともな感性してると思うんだよな。頭撫でられるの好きな人もいるよね。福島に地震あったんだ。やだな。もう俺らは地震と向き合っていくしかないからな。これ日本っていう国に生まれた宿命なんだよな。自然には勝てねえっていう。あ、ワンコ飼ってるんだ。なるほど。あ、そう。知らなかったわ。日本は地震でできた国だからね。まだ要は土地がまだ作られてる状態の島国だから、しょうがないのよ。地震は地球が生きてる証拠だから。俺は分かんなかった。寝てたからかな。子供らが可愛がるって。あ、でもね、子供が生まれた時に犬を飼えっていうのは結構格言で読むかな。なんでかっていうと、子供が生まれた時に犬を飼うと一番の親友になってくれるでしょうとか、なんかこう全てを教えてくれるっていう、命の大切さを18歳とか17歳とかの時期に教えてくれるしっていう、子供が生まれたら犬を飼いなさいっていう、なんか格言読んで感動したことあるね。全部教えてくれるよって。
その子のパートナーになるっていうか、命の大切さを教えてくれるでしょうとか、初めての友達になるでしょうとか、猫でもいいんだろうけど、なんかそれは犬の例えだったな、うん、私この前保護犬引き取ったんだけど、小さい子供がいるとかは無理とか、独身は無理とか、すごく厳しかった。おー、あ、そうなんだ。のんちゃんがすごいんだよね。のんちゃん、その虐待された猫とか犬とかすごい何匹も飼ってるから、懐かないんだよ。懐かないどころかずっと怯えてんのよ、俺が挨拶行っても。でものんちゃんにだけはね、ニヤニヤ泣いたり、のんちゃんはもうすごい懐いてんの。のんちゃんはペットショップ反対派なんだよね、うん、まあまああるあるだね。散歩行かない。そうだよ。我が道になったね。マイウェイだね。のんちゃん同棲はしてないよ。毎日家帰ってるよ。うん、そう、傷ついた。だからもうすごいトラウマになってて、人に絶対懐かない犬とかをこう飼ってるんだけど。うん。うん、そう、動物は売り物じゃないって怒ってたよ。のんちゃん動物大好きだから。俺は別にペットショップ反対派ではないけど、あ、だよ、ペットを捨てるのはダメだよな。起きてきたかな。今日土曜日、金曜日、土曜日か。おーい、カルンさん、花火ありがとう。おはよう。ありがとう。おはよう。ありがとうね。いつもありがとう。おはようございます。土曜日か。あ、パチパチもありがとう、イムトさん。ありがとう。若い子に希望を与えてくれるインターネット界の先導者になってほしい。なんかね、あの、インターネットの先導者かどうかわかんねえんだけど、これからの時代どうなるかって思っ、予想をした時に、昔の時代ってね、なんか、かっこいい大人がいたんだよ。生き方を教えてくれるっていうか、うん、ね、今の大人ってなんか稼ぎ方ばっかり教えてる気がして、金の稼ぎ方とか儲け話とか、なんかそうじゃなくて、なんかこう、うん、女の子には優しくしろよとか、初恋に傷ついた時は泣けとかさ
よし、遊ぶぞとかさ、そういうかっこいい昭和の大人っていたじゃないですか。うん、あれをやりたいっすね。稼ぎ方を教える人間じゃなくて、生き方を教える大人になりたいっすね。うん、やっぱり昭和の親父たちに学んでるんで、僕は。かっこいい先輩いたんで、そういう30代、40代が。なんかこう、寺子屋みたいになったらいいね。うん。ヒロさんいらっしゃい。いたんだよ、昔。今何でも検索したら答え出てくるでしょ。違くて、なんか、なんだお前、彼女できたのかっつって、童貞かっつって、お前に聖なるコンドームを授けようっつって、生き方は教えてくれないよね、最近は。だって大人が生き方わかんねえんだもん。参っちゃうよね。うちの犬種高く売れるから、子供を産ませたら子供を買い取らせてほしいっていうペットを扱う人が生きたが、子供が嫌だって即答してた。生まれたらお家で可愛がるって、そのうちの子だらけになりそう。ねえ、なんかかっこいい生き方してる人少なくなったなと思って。そういうおっさんになりたいかな。あ、俺は早く大人になりたいって子供に言わせないとダメだと思ってんの。昔って、昭和ってそうだったでしょ。くそーって、早く大人になるぞってあったでしょ。今多分大人になりたくない、働きたくないって子供に言わせてるんだよ。かっこ悪いよ。早く俺も大人になるんだって言わせないとさ。俺は本気でそう考えてるけどね。子供に早く大人になりてえって、羨ましいって、大人ずるいよって言わせたい。いや、ふわっち大手とかは、まあね、あったよね、大人になりたいっていうのあったよね、なんか大人楽しそうだなってあったよね。今ないと思うよ、多分。ピーターパン症候群じゃないけど。大人って嫌だなって思われてるでしょ。それが、なんか悔しいっつうか。早く大人になりてえって。寺子屋ね。話変わるけど、今一発見たらうなちゃんとドルさん、一覧見たうなちゃんドルさんやってて、すごい閲覧差がついた。前はドルさん勝ってたのびっくりした。あ、今うなやってるんだ。てか俺ブロックされてるから、俺には表示されてねえな。なんでうなは俺のことブロックしたの？全然意味が分かんないんだけど。なんで俺ブロックしたの？うなは。ブロック解除しろよ。意味が分かんないんだよ。大人になりたくないって子供が言うのは大人の責任だよ。それは大人の責任だよ。大人かっこよかったけどな、昭和の大人は。まあまあまあ、もうちょい下がると思ってるかな、俺は。100から200になると思ってる。ゆいがさんの予想はね、100切ると思うって言ってたね。俺はいつも言ってるけど、100から200に落ちると思ってるね。だからブームが終わったんだよね。こっから本物の実力が出てくる。誰でもあるから、ブームの時は。トレンドとかブームって。収まるところに収まるんだよ。あ、でも思ってたよりも長生きだったかな。思ってたよりも息が長かったね、ドルさんは。いや、多分ね、ツバニャンのおかげなんだよね、延命ができたのは。大手配信者の討論会って和道さんも出るの。あれ、もともと俺の、ペラワングランプリっていう企画があったでしょ？前企画やる、座談会やるって言ったでしょ。あれをユイガさんが俺が引き継いでいいかって話なんだよ。だから ワドさんも出るのじゃなくて、もともと俺が企画潰すんだったらユイガさんが拾って俺の方でアレンジしていいかって話から始まってんの。前提が違うんだよ、カッチン。
出ますよ。だってもともと俺の企画なんだから。ひっそり消えてくのか、細々。いや、ドレさんは消えるポジションじゃないよ。消えはしない。うん。それは断言しておくよ。で、また再ブームもあるだろうけど、消えはしない。もっと、それよりも実力あるよ。あ、まあ、固定のリスナーさんと固定の花火師さんはついてるから。うん。だから落ち着いたんだよ。逆に言ったら多分やりやすくなると思うよ、ドレさんは。悪い意味で言ってるわけじゃないから。だからその時にドレさんは気づくんだよ。あ、なるほどって。要は、和道は閲覧少ないんじゃなくて、わざと閲覧コントロールしてたのかって、炎上しないようにやってたんだなっていうのにやっと気づくと思うよ。今は多分見えない時期なのよ。それが。ドレさんは去らないね。討論会って何やるの？うん、なんかお題が出てフリートークするって言われたよ。なんか TJ さんとかゆいがさんからお題出されて、それについて本音で話せって言われてる。いや、再ブーム来るきっかけは俺はウナしかないと思うよ。ウナとかツバニャンとかだと思うよ。扱いが難しい年齢だからね。逆に年齢が珍しかったから絡みやすかったけど、逆に言ったらね、ドレさんってね、若手が絡みづらいんだよ。まあどうやって生き残っていくのかっていうのは勉強しようと思ってるけど。今月の15日に TJ さんのツイキャスでやります。TJ さんのツイキャス。まあ、ちゃんまんはすごいよ、やっぱり。化け物だよ。今、閲覧どれくらいあるんだろう、同時閲覧。っていうか、マジで解除してくんねえかな。俺、ちゃんまんの放送ずっと見れてない。3ヶ月、4ヶ月ぐらい見れてねえから。のんちゃん、携帯取って。ちょっと見てみっか。なんでブロックされてんだろう俺。ああ、フォローたくさんありがとうね。フォローたくさんありがとう。あったあった、ありがとう。まあ、あの人はもう別格だよね。配信会のもう、なんだろう。殿堂入りみたいなもんだから。別格っすよ。不動の地位でしょ。900か、すごいね。まあ、化け物だな。うなちゃんまんは俺のことどういう風に見えてんだろう。うなちゃんまんに逆に和道ってどうなのって聞いてみたいけどな。相談したいけどね。うん。どういう風に映ってるんだろうな。ちゃんまんからすると。本当だ、やってる。1000人超えてんじゃん。すげえな。まあ、別格だね。レジェンドだよ、レジェンド。あ、結構やってんだ。200分ぐらいやってんだ。かぶってたんだね。知らなかった、全然。やってたのを知らなかったわ。雑談でやれるやつなんだけど、勘違いしてるってシャンマンワドーのこと言ってた。あー、いやもう本当にありがたいね。いや嬉しいわ。いやもう本当嬉しい。それは嬉しいわ。雑談でやれるやつなんだけど勘違いしてるんじゃないよ。すごい、それは的確。私が最後に聞いたうなちゃんマンの言葉、あいつは前田敦子みたいな顔してるじゃん。前田敦子かわいいだろ。なんだそれ。ああ、AKB のトップだろ。前田敦子みたいな顔してるって言われた。それは面白いね。でももういい年なんだから若手に席譲れよ。もういいだろう。ちょっとね、1年ぐらい引退していいぞ。1年ぐらい休んでいいぞ。もう若手に席譲ってくれよ。ずるいんだから、絵面も。もう画面に映ってるだけで面白いんだからさ。
あんなん卑怯だよな。勘弁してくれよ、本当に。ビートたけしみたいなもんだよな、松本人志とか。目の方、おー、おはよう、はよるさん、お花火ありがとうございます。おはよう。ありがとね。いや、マジで席譲ってくれよ、本当に。閲覧抱えすぎなんだよ。うな。邪魔だよ、正直。いや、邪魔だよ。目の上の単行部だよ、あんなの。ハゲでふかしで話って最強だよね。おお、招き猫ありがとうございます。すげえ。ああ、招き猫いくら入るのか調べたかった。招き猫いくら入るのか調べたかったわ。マジか、ありがとう。2000円だから。おお、あ、すごい、2000円入る。すごい、すごい、すごい。3000円だよね、確か、このアイテム。3000円で買って俺に2000円入るんだ。割る2000円。何パーだ？何パーだ、これ。すごいね。3000円だよね、マネキン。ありがとう。何パー入るんだ？ 2000 円？ 2000 円割る3000円でいいのかな？ 0.65。6、あー、すごいね。2000円ぴったり入るんだね。ありがとう。はゆるさん、ありがとうね。売りには1980円だ。で、2000円入るんだ。すごいね。あ、でかいわ。ありがとうございます、はゆるさん。すいません。助かります。あ、ありがとう、こんないいアイテム。あざーす。パチパチもありがとう、矢野ラッキー。まあ、ちゃんまんはリスペクトあるよな。やっぱ、俺がこの世界入ったのは、やっぱちゃんまんみたいに生活したいと思ってきたからな。憧れだよ。招き猫すごいね。招き猫すごいわ。ありがとう、よくしてくれて。6.71なんだ、パーセンテージ。ありがとうございます。やっぱちゃんまんは完成形だよな、俺の中では。俺の中ではうなちゃんまんは完成形だよ。かっこいい。かっこいいですよ、あの配信スタイルは。招き猫割とマジでいいや。ねえ、すごいよね。なんかタイムセールで売ってんだよね。常設化すればいいのに。いつでも買えるようにすればいいのにね。まあ、後からなるんだろうな。大花火と一緒だろうな。まずは、お試しでやってみよう、みたいな。最近出てきたの。タイムセールで、案内出てたよ。ふわっちの、還元？なんか、ありがとう！ 2発目もありがとうございます。頑張ります。ありがとう。ありがとう、ハエルさん。すいません、2発も。あ、本当だ、2000円入る。ありがとうございます。ハエルさん、あざっす。なんかね、その最近、高還元アイテム。あ、パチパチもありがとう、イムタさん。ありがとう。もう本当に皆さんのおかげで。これ、高還元アイテムって言って、通常アイテムは半分配信者へ還元されて、ふわっちの運営と、まあ、ジャスラックとか税金とか手数料とか、まあ、運営費、サーバー代とかだろうね。要はこれくらいしかふわっち取れてないんですけど、まあ、リスナーさんの声を聞いて、もっと、その配信者が稼げるアイテムくれっていうことで、これを発表したのよ。これが今の招き猫ってアイテムね。配信者にすごい還元されますよ。これだ。招き猫、ウェブ限定ってやつ。案内、ふわっち頑張ってるよね。あ、ありがとう。カッチンありがとう、花火。ありがとう。頑張ります。すいません、なんか、こんなご負担。高額なご負担いただいて頑張ります。ありがとう。
いやね、本当にありがたいよな。配信者っていい思いさせてもらってるよな。頑張んねえとな。ねえ、人様にこんだけ愛されて200人近くの人に見てもらってさ、ましてやね、ちゃんまんリスペクトしてますね。はい。ちゃんまんリスペクトしてます。僕は、うなっこです。うなっこ。さのっこですよ。ああ、周りの配信者に言われたもんな。みんな金梅さんって言うのよ。金梅さんに憧れてこの世界入ったっていうやつ、すげえ多いの。和道さんは、つった、いや、俺はうな、さのっこだよって言うと、うなちゃんまんに憧れてこの世界入ったの和道さんぐらいっすよって、ほんとバカにされる。すごいね、招き猫ね。今月、手当大きいから気にしないで。あ、そうなんだ。あ、結構稼いだ。ありがとね、カッチ。バブリーなんだ。ありがとう。うん。本当にありがとう。掘り返しちゃうけど、私実は体にハンデある。あ、そうなの？あ、全然見えなかったわ。あ、そうだったんだ。いいよ、いいよ。こんなインターネットの場でさ、言わなくていいんだよ。うん。あ、でも教えてくれてありがとうね。そうだったんだ。あ、ハンディキャップの語源って知ってる？ハンディキャップって。あのね、もともと、おはよう。ああ、どうもどうもどうも。キューピーさんありがとね。よろしく。ありがとうございます。この前話すごく面白かったですよ。ありがとう。あのね、ハンディキャップの語源って、ハンドインキャップから来てるんですよ。ハンドインキャップ。これはどういうことかっていうと、ありがとう。すごいね。イブラヒモビッチさん、ありがとうございます。ありがとう。うん。なんか見直した？ サンマはすごい好きですよ。うん。ありがとう。ハンディキャップって言って、じゃあ、ちょっと帽子を取ってこようか。もともと、ハンディキャップ。ハンデって言うけど、ハンドインキャップから来てるんですよ。こう帽子かぶってるでしょ。ここに手を入れる行為がハンドインキャップ、ハンディキャップの。で、これは何かっていうと、イギリスって紳士の国って言われてるでしょ。ジェントルメンの国だったり、紳士の国って言われてるでしょ。で、もともとイギリスのゴルフ仲間たちが、集まってて、ゴルフの後に飲み会をやるっていうのはゴルフのもう定例なのよ。飲み会を開くのは、ゴルフが終わった後。で、その時にパブに行くんだけれども、貧乏な人とお金持ちの人って絶対出てきちゃうでしょ？で、そうすると、誰々がおごらないといけないとか、お金持ってる人が発言に有利になってしまうわけですよ。それを、ね、そしたら対等にお話ができませんよねって考えたイギリス人が、パブに行く前に帽子を脱いで、みんな自分の飲む分をこの中に入れてって。で、俺らは見ないから。みんな自分の飲む分を入れようっつって、会費をこの中にハンドインキャップで入れたの。そう。な、多めに入れる人もいるの。要は貧乏な人にみんな飲んでっていう意味で。だけど、俺がおごったってなると、やっぱり権力差が出ちゃうから、みんなポケット、そう、自分の飲み代だけとか、みんなの分多めに飲んでとか、キャップの中に入れたの。それで対等に話しましょうねっていうのがハンディキャップの。そう。面白いでしょ？だから、もともとは、ハンデのある人、金銭的に不利のある人でも、みんな対等にお話しましょうって。そうしたら、みんなでパブで好きなだけ、自分の飲む分とか気にせず、その、お話ができるでしょっていう、こういうルールの、ハンドインキャップ。ハンディキャップね。バリバリ仕事して遊びまくってたの悪かったのか、倒れて変なまま、まだ歩けるまで回復したけど、リハビリ。ああ、そうだったんだ。体良くなるといいね。そう。面白いでしょ。そう。だから、もともとイギリス発祥の考え方なの、これは。ハンディキャップ。要は、そう、体が不自由でも、そう、心が不自由でも何でも対等に話しましょうっていう精神のこと。そう。だから、これが正しいハンディキャップなんだよ。だけど、今は間違って、この考え方は浸透してないけどね。うん。本来は、だから、その、障害者年金とかハンディキャップがあるから、対等になるためにお金を配ってるわけじゃん。
だけど、そのなんかずるいとか言う人とかもいるし、違うんだよ。それで初めて健常者と障害者っていうのがフラットになりますよっていう社会を目指してるの。あー、厄年ね。うん、甘く見たらダメだよね。ゆっくりね、気長に一緒にやってこ。うん。カッチンが楽しめるように放送頑張るから。うん。そう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 。ハンドインキャップで覚えておくといいよ。こういう雑学はいっぱいあるんだけどね。基礎教養が全くない。雑学は面白いよね。なんか俺は昔からみんながへーっていうものとかが好きなんだよね、うん、例えばそういう語源系で言ったらプレゼンテーションの意味を知ってる人いる？語源、プレゼンテーションの語源を知ってる人、みんな想像して書いてみて。プレゼンテーションの語源って何だと思いますか？会社とかでやるじゃん、プレゼンって。プレゼンテーション、人前で発表すること。自分は被災で募金したとか言う人いるけど、言うのはおかしいし、思うし、当たり前のことだと思うし。そうだね。そうなんだよ。被災に募金してるとかっていうのは言うことじゃないんだよ、人に。うん。自慢することじゃないんだよね。うん。みんなも言っていいよ。恵まれない和道に俺は募金してるんだって。うん。プレゼントするなんちゃら、それはね、よく言われてる、巷で言われてる間違った方です。プレゼントをする、プレゼントが語源なんだと。だからプレゼントをするように思いを込めてプレゼンしろとか言うでしょ。あれ間違いです。プレゼンテーション、うん、おはよう弥生県さん、楽しんでいってください。最近来てくれるね、ありがとうね。元々の語源はプレゼンスっていう英語とアクション、プレゼンスとアクションがくっついてプレゼンテーションになってるのね、語源から言うと。で、プレゼンスっていうのは存在で、アクションっていうのは行動でしょ。だから聞き手を動かせるか、プレゼンス、聞き手の存在のことなんだけど、俺が喋った後に聞き手、プレゼンスが行動を起こすかどうか。要はね、訴えかけて相手が行動を起こすまでがプレゼンテーションなの、本来の。行動変容っていう言葉なんだけど、だから聞いてすごいいい話だったな、だとプレゼンテーションは失敗なの。何かを訴えた時に、例えば政治のプレゼンテーションだったら、僕に投票してください、もしくは投票所に行って投票してくださいと、その一票が世界が変わるんですっていうことをやって、実際に投票に行ったらプレゼンテーションが成功、うん、例えば商品、こんな素晴らしい商品があって、あなたの生活、ライフスタイルがこれだけ変わりますっていう話をした後に、その商品を購買してくれて初めてプレゼンテーション成功なの。商談成立とか。だからプレゼンスとアクションが語源ね。存在を行動させるっていう。そう。プレゼンテーションの意味知らない人とか多いよね。うん。まあ、もともとね、その、日本にもともとあった言葉ではないからね。海外か、外国語だからさ。でも、日本語の意味も分かってない人っていっぱいいるぜ。なんでそんなに詳しいの？いや、だから、へーっていう話が好きだから。面白いじゃん、こういうのって。雑学っていうか。うん。例えばね、ありがとうの反対語を知らない人って多いんだよ。日本語ってさ、例えばうまいとまずいとかさ、反対語って必ずあるじゃん。ありがとうの反対語答えられる人ってなかなかいないんだよ。ありがとうの反対語答えられる人いますか？誰か。ありがとうって結構日本語ですごい使う言葉でしょ。ありがとうってもともと漢字なんだよ、うん、答えられる人います？ありがとう、ありがとうの反対言葉
正解だね。当たり前なんだよね。当たり前。もともとありがとうを漢字にするとこういう感じになるんですよ。テキスト。ちょっと待ってね。ありがとうってこう書くのね。あることが難しい。あることが難しいっていう語源なんですよ。ありがとう。うん。漢字で変換するとこうなるでしょ。で、これの反対言葉って、あることが難しいって、これ機械のことを言ってんの。存在に対してあるっていうのと、現象とかがあるっていう。これが奇跡だね、難しい状態ですねっていう言葉を指すから、これの反対って当たり前の。で、漢字で言うと情景が浮かばないけど、例えば、当たり前っていう反対語を使った時に、例えば、お母さんが飯作るの、洗濯するの当たり前だよ。って考えたら、ありがとうって言わなくなるでしょ。飯早く出せよとか、要は怠慢になってくるの。うん、だけどお母さん洗濯してくれて、要は洗濯するっていう行動があるって考えた時に、こんな難しいこと、当たり前の逆であることが難しい、だからありがとうの。だからね、その外人のセンキューとね、意味合いがちょっと違うんだよ。そう、当たり前って考えなくなったらありがとうって言葉が出てくるの。例えば花火をもらうのが当たり前だったら、ありがとうって言わないでしょ。もっとよこせ、もっとよこせになるでしょ。そうじゃなくて、あ、こんな貴重な機会を作ってくれてありがとねって思うわけじゃん。だから当たり前じゃないですよって、あなたのご好意に対してありがとうって言ってる。Thank you はもうあなたのこと考えてるよとか、あなたのこと思ってるよでしょ。そう。当たり前だと思う反対の言葉ね。それがありがとう。だ、日本人独特の考え方だよね。ねえ、よく分かったよね、当たり前って。イムタさんすごいよね。俺はなかなか分かんなかったよ。すごいなって思った。思考の瞬発力。まあ、リプキンじゃないよ、うちは。リプバンバン大歓迎。みんなで一緒に考えよう。リプキンじゃないよ。使える機能は使おう。ね。何でも当たり前。そう。だから、いっちゃんとかにも言われるもん。ワード、お前歩けるだろうって。歩けるのは幸せだぞって。俺は当たり前に歩けると思ってたけど、年取ってくると足腰弱くなるんだよって。和道、お前若いっていいぞって教えてくれるよ。あと、語源系？あと、なんだろうな。みんながへえって思うような話か。そう、ありがたき幸せとかまさにそうだよね。だから、ありがとうの最上位バージョンじゃん。ありがとうの上位互換じゃん。ありがたき幸せ。へーって思うような話？なんだろうな。なんかあるかな。なんだろう。なんかあるかな。あと、和道の反対は不動。まあ、行動を起こすことは正義だよな。行動を起こすことは大事なことだよね。アクション。あ、だから、リアクションが欲しい、リアクションが欲しいって言ってる生主いっぱいいるじゃん。リアクションくださいよって。だコメントとかわらわらとか、アイテムとかのことをリアクションって言うんだけど。リアクションってさ、もう、字体を読んだらわかるけど、リアクションなんだよね。アクションをしないやつに対してリアクションは絶対起こらないわけじゃん。
なのに、リアクションくださいって言ってる時点で、お前がアクション起こせよっていうのは、俺はいつも思う。その、過疎生主とかがよく言うんだけど、リアクション欲しがってるけど、お前がアクション起こさない限り、リスナーさんはリアクション絶対起こさないからっていう。なんかだから順番が逆になってる。うん。それはあるでしょ。何々してください、してくださいっていう、過疎ほど言うんだけど、コメント書いてくださいとか、見てくださいとか、アイテムくださいって言うんだけど、お前からアクション起こさない限りリアクションはねえぞっていう。うん、そう、リスナー頼りになったらダメで、やっぱりアクションを起こし続ける人の方がリアクションが多いっていう。そういうのは感じるよね。そう、言葉を見ろっていう。リアクションだって書いてあるじゃんって。そういうのは、なんか矛盾というか。そうそう、何をかけって思うよね。俺、お前のこと知らねえよってなるよね。知らない人に対して何かを言うってやっぱ難しいから。やっぱり生主ほどアクションは大事だと思うよ。うん。ドエムちゃん、おはよう。おはようございます。そう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 。文字の中に結構、言葉の中に意味が含まれてるっていうか。あと、その、日本語ってすごい仏教用語がめちゃめちゃ多いの知ってた？日本って仏教徒じゃないって言ってる人いるけど、日本語が成り立たないぐらい、仏教用語がもう浸透してる国なの。例えば、ちょっと例を出そうか。日本語に定着した仏教用語ね。例えば、愛っていう言葉も仏教の考え方で、挨拶、根性、バカ、自由、迷惑、妄想、退屈、我慢、愚痴、安心、金輪際。これ全部仏教用語な、もともと。油断、覚悟、旦那、玄関、有頂天、決定、因縁、他力本願、不思議、空、言語道断、工夫。 すごいでしょ。出世、世間、畜生、醍醐味。醍醐味っていうのは、あれだよね。最上位の味覚の食べ物のことだよね。意地。すごいよね。だからこれくらい、そう、仏教用語を取り払った日本語って考えると、もう日本語が成立しないぐらい仏教が浸透してるっていう。すごいよね。日常会話ができないよね。バカがわからない。バカはまあよく言われてる馬と鹿の例えでしょ。馬と鹿がわからないやつのことをバカって言い始めた。結構語源とか面白いよ。だから、その我慢ってさ、我慢、辛抱するっていう言葉で使ってるけど、我慢って仏教の煩悩の一つで、強い自己意識から起こす怠慢、慢心のことって書いてあるの。我慢の意味が変わってるんだよね。仏教的な本当の意味合いだと、強い自意識から起こす慢心のことだから、我慢っていうのは、要は煩悩、お前の、その欲だよっていう。自己意識が強すぎるんだよって意味なんだよ。だけど、辛抱しようっていう意味で使われてるもんね。おはよう、あやちゃん。そうそう、馬と鹿をわからないぐらいダメなやつのことをバカっていう。早起きは三文の徳とか言うけど、今すごい得してる。あと、猫に小判と豚に真珠の使い方って違うの知ってた？みんな同じ意味だと思ってるでしょ。猫に小判と豚に真珠の
正しい使い方できる人いる？猫に小判と豚に真珠。これ意味合いがね、ちょっとニュアンスが違うんだけど、猫に小判って言ったら豚に真珠だなって付け加える人がいるんだけど、これ全然意味合い違うんだよ。意味わかる人。猫に小判。猫に小判と豚に真珠の意味合い。これ微妙にニュアンス意味違うんだよ。意味一緒だと思ってるでしょ。もう恥かくから答えない。じゃあ俺が答えようか。猫に小判の方はどういう意味かっていうと、価値の、分からない、人が括弧猫なんですよ。わかる？価値のわからないものに価値のあるものを与える場合は猫に小判で、豚に真珠っていうのは、価値のない人っていう意味で豚なの。わかる？この微妙なニュアンスがあるのよ。猫に小判は価値のわからない人に、小判を与える、要は高価なものを与える場合は猫に小判なので、そもそも価値がない人に物を与えるっていうのが豚に真珠。こう考えると、ああなるほど、確かに微妙な違いがあるわっていう。わかる？その対象者が違うんだよ。当たってた。そう。だから子供に六方全書の場合は猫に小判だよね。小学生とかに六方全書を渡す場合は価値のわからない人に、だから猫に小判。豚に真珠は何だろうな。ゴリチェルランド、おはよう。サムネ変えたんだ。価値のない人。価値のない人っていう。だから豚に真珠の方がディスが強いよね。価値のないものに対して、その、高価なものを与える。高価なものに与えるっていうのは小判も真珠も同じ意味だから。馬の耳に念仏は、だから、その、理解ができない人に対して、価値のある情報を与えても意味ないっていうことだね。配信者に豚が多い。ギクッとする。ギクッとするからやめてくれ。豚でないことを願うね。佐野に面はどっちですか？佐野に面は、佐野に面は、面白い人に、面白いものを与えるとさらに面白くなるっていう感じだね。面白い人間に面白いアイテムを与えるとさらに笑いが生まれるっていう、そういう例えだね。佐野に面は。見た目も豚で価値のない豚も多い。ああ。和道にネックレスじゃない？豚に真珠は。和道にネックレスですよ。鬼に金棒。鬼に金棒はもうそのまんまか。要は鬼っていう強い存在に対して武器を与えて無敵感を出すというか最強感を出す。ウナにディスだよね。あ、じゃあウナがディスっていう。鬼に金棒、ウナがディス。あ、俺は豚じゃなかった、よかった。いや、言葉って面白いよね。言葉は面白い。だからありがとうが伝わらないところはあるんだよ。ありがとうっていう言葉がなかったりする国があるの。だからよく日本語で翻訳ができないのが、英語で言うならいただきますって英語にないの。いただきますって言葉がない。アニメでいただきますっていうシーンはね、 I'm eating とか翻訳されてるね。 I'm eating ってなんだよな。ラーメン屋さんで麺短めって注文するのは失礼ですかね。包丁で切ってもらうとか。ああ、女の子は汁飛ばないようにするんだろうな、多分。俺がもしラーメン屋だったらちょっと嫌だかな。俺がラーメン屋だったら嫌だかもしんない。
要はね、麺短くすると、うどんとかもそうなんだけど、カレーうどんをするときに麺を半分に切ると汁が飛ばなくなるんですよ。だから服が汚れないって意味で、結構推奨されてるやり方ではあるんだけど、麺短めはちょっとないかな。失礼に値するかな。例えば、お寿司屋さんで、ハーフ、半分に切ってくれとか、作り手に対するリスペクトがないわけですよ、それは。俺は失礼に値すると思うよ、それは。おい、マキちゃんはどつ？麺固めは言うけど短めはないかな。やってくれるところはサービスいいっていうふうに捉えることもできるけど、俺は、ラーメンの最近の細分化もそうだし、言ってもいいかもしんないけど、うるせえ客だなって思われるかもね。男の人が言うのと女の人が言うの違うから、ともちゃん可愛いから言っても対応してくれるんじゃない？ 要はね、もう商品として決まって、一番うまい状態で出せよって考え方なの、俺は。ステーキも、お前がクッキングの、お前が担当なんだから、なんで俺側にうまいのやるんだと。お前が最高だと思うものを出せって考え方なの、俺は。麺固め、ニンニクの量は。いやいや、もう店で決めてくれよっていう感じかもしんない。俺はね。そうだね。あんまり言わない方がいいかもしんないね。無粋っていうか、野暮っていうか。わかるよ。理由は汁が飛ばないようにってことでしょ？汁は飛ばそうぜ。俺はともちゃんがずるずるラーメン吸ってるのを見たいけどね。汁飛んでるわ、ともちゃんっていう。そういう子がいいですね。ラーメン屋来んなよって思ってしまう。全部におけることだけどね。髪短い女の子はね、髪長いとね、ハサミ持ってったらダメだね。ハサミ持ってったらダメ。店側に注文するのは俺はあんまり好きじゃない。俺はね、思いっきり音を立ててほしい。思いっきりガガガッと言ってほしいね、ともちゃんにはね。ともちゃんにはもうがっつり言ってほしい。むしろ、そんな私どう？っていう女であってほしいね。ラーメンすするでっていう。服汚すでっていそんな女性であってください。もう歯で噛み切るしかない。やっぱ難しいよな、食い方ってな。女の子ががっついて食ってるのを見て、俺はセクシーさを感じたりするんだよな、ちょっと。美味しそうにご飯食べてる女の人はセクシーな感じがするね。あ、男の子。私は男の子ラーメン食べに行けない。デートで行かないんだ。でも最近牛丼屋さんに一人で入る女の人とか増えてきたかな。昔は行きづらいっていうのあったよね、どっかにね。女の人は食べに行きづらいなっていうのあったよね。俺は全然、どっちもわかるかなっていう感じだね。女の人とデートをするときにどこに連れてくのかって男のセンスだと思ってて、エスコートが何なのかっていうことだよね。エスコートって何だろうっていう。エスコートできない男はダメだと思ってるかな。で、好きな相手にだけエスコートをするっていうのも俺は野暮だと思ってるね。
全ての女性に対してそうあるべきだと思ってる。どんな女性に対してもその女性には優しくすべきかなっていう。それは男女差別とかじゃなくて、もう男として当たり前なことだと思ってるから。女が誰しも高級レストランが好きだと勘違いされても困る。だからその空気の読めるさ加減だよね、結局。その俺はね、デートって何なのかって言ったら非日常だと思ってるの。非日常、ファンタジー、ディズニーランド。だからその非日常を作れるやつはモテるっていう感じかな。非日常っていうか、その人のことを特別に考えてるよっていうのが伝わるんだったら成功だと思う。さりげない予測して、そうだよね、先読みだよね、タムタムさんの言う通りだよね。多分それそこだよね。だから一回お女性がハテナマークに思って、何だったんだろうあれって言って家に気づいた時、はっっていうのとかかっこいいよね。なんだかわかんない行動で、何この人なんでこんな行動するんだろう、あれもしかしてっていうのは最高にかっこいいと思う。予期せない、予期せぬ行動というか、そういうのはかっこいいよね。なんでこの人ラーメン屋行くときいつもハサミ持ってる麺を切ってくれるんだろうとかね。なんでなんだろうってなるでしょ。ちょっと待てっつって麺こうやってハサミで前ハサミを持ってきて、ちょっと待てっつって麺切ってあげるっつって、何この人、何なのかしら。後日ねテレビ見たらね、麺を切ると汁が飛ばないっつって、ありがとうってなるでしょ。ならねえわ。鈍感な人が多い。いやまあ嫌だよね。どこまでが優しさなのかだよね。どこまでが優しさなのか。なんだろう。男の子ってどうして勘違いしやすいのですか。多分ね、マキちゃんはボディ スキンシップが多いんじゃないかな。コンフォートゾーンとか言うんだけど、人間には居心地のいいエリアっていうのがあるんですよ。で、女の人って狭いのね。要はそのここから入らないでっていうのが男の人に狭いの。だから男は隣に結構座られただけでドキドキしちゃうの。でもその子にとっては普通の距離感なのよ。これがその勘違いを生んじゃうの。だから男は隣に座ってきて普通に話してたのに、ボディータッチで、この子俺に気があるなって感じた人、ボディータッチしたら、キャやめてよで勘違いしちゃうって若い頃よくあると思うんだよね。あー、ともちゃんありがとうございます。アイテムありがとう。そう、あー、ハートマークは使わない方がいいよ。そう、それはあるよね。よね、あの LINE とかメールとかでハートマークは絶対使ったらダメだよ。好きな人にだけハートマークを使ってあげてください。逆に女の子は相手のタバコを一つカバンに買い置きしていざという時に出す。かっこいいね。それはもうね、タムタムちゃんはね、それはね、あの女性としてっていうかね、人間としてかっこいいね。できる。仕事ができるタイプだね。もうヤクザの部下みたいな感じだよね。あ、タバコ切れたらちょっと買ってきてくれないかって言った時にさっとこうやって。へいって。あー、サムネにね、ハートマークが入ってる。ボディータッチ、ハートマークは勘違いされるから、俺はマキちゃんの方が原因だと思うよ。マキちゃんの方が原因。タムタムは、できる女だと思うね。だから、タバコ吸わない人がライター持ってるのと一緒の原理だよね。タバコ吸わないのにライターを持ってる人。私全然ハートマーク使う機会なかったけど、最近彼氏ができてハートマークたくさん使えて嬉しい。あ、離婚してます。あ、どうも。すごい情報量が多かったけど一つの文章の中にすごい情報量が、なんかどっから突っ込んでいいんだろうみたいな。あ、おめでとうございます。幸せな部分だけ拾いますね。おめでとうございます。情報量多かった。
看護学生の小鳥、クラブのままに習ったまんま。愛されてるなーって感じるのはいつなんだろうね。愛情を感じた、愛について語ろうか、次枠は。愛について。ごじりました。一文字変わるだけで意味合い全然変わっちゃうからね、コメントはね。愛は何なんだろうか。なんかさ、日本人って愛っていいことだと思ってるでしょ？人を愛するってことって素晴らしいことだ。愛とはすげえことだって言うけど、仏教で愛って悪いことなんだよ。もともと愛って仏教用語なんだけど。びっくりしない？愛ってダメなことなの、仏教では。筑前にね、それが腐っちゃって食べたんだけど、腐ってた。納豆の味がした。そう。途中まで食べたけど、ごぼうがぬるったからやめたね。一応腹は下さなかった。びっくりするでしょ？愛っていいことだと思ってるでしょ？なんで？そうだよ。仏教の考え方では、もともと仏教用語に愛が含まれてるってさっき話したじゃん。でも、日本人がまず誤解をしてるのは、キリスト教的な考え方はまず愛が正しいっていうのは。だから、近代的な考え方なのね。そう。次枠で解説しようか。じゃあ、それは。愛はね、仏教ではダメなことって。例えばその、愛別陸っていう言葉があるでしょ。愛はダメなことですよって教えるの。なんで？それを、じゃあ、仏教の世界に誘おうか、みんな。世界で一番わかりやすい仏教講座やろうか。次枠、まあ、ちょっと6分で説明しきれるかっていう、10分ぐらいやっぱりかかっちゃうから。いや、6分ではちょっと難しいんですよ。で、仏教の愛の定義と、仏教の愛の定義と私たちが思ってる愛の定義違うんでしょって考えるじゃん、普通の人だったら。愛っていいことでしょって考えるでしょ。違うの。仏教の愛と俺らが考えてる愛って定義上変わんないの。俺、女の子と喋ってる時の方が気が合うね。だから、その仏教的な愛も俺らの使ってる普段の愛も一緒です。だから仏教では愛っていうのは悪いことって考え教えます。愛は妄執である。欲望の最も強い欲望の一つであるって考える。その愛が人を狂わせるって考え方があるの。で、本当のことを言うと、キリスト教で唱えてる愛っていうのも、実は人間が手に入らない愛っていう意味なんだよ、あれは。人間が一生涯かけても相手を束縛するんじゃないの。自分を束縛することなの。僕は女性リスナーさん多いですよ。そう、相手を束縛じゃなくてね、実は自分をがんじがらめにするんですよ。ないですね。ないです。ないです。
でもちゃんと理由を説明されたら納得すると思うよ。おい、そそ、おはよう。あたつ、次役になるけどまた来てね、そそ。今起きたのかな、おはよう。うなちゃんがなんで俺の閲覧が集まるんだ、どれとワドは何やってるんだと不思議がってた。すいません。ああ、申し訳ないね。すいません。はい。頑張ります。いや、上位互換じゃん。俺もドレさんも、強くしたらウナなんだからもう無理だよ。最強の上位互換なんだから。頭3つぐらい上なんだからさ。次役で愛の解説をしましょう。いやー、なんかちょっと恥ずかしいね。どれもワドも何やってんだ。叱咤激励ですよ。そうだね。女子トークだね。不思議がってたんじゃなくて、お前らちょっと本気出せよっていうことでしょ。お前らちょっとくすぶってんじゃねえよっていう。怒られちゃったか。参ったねえ。ねえ、ガールズトークは面白いよね。てるちゃんびんがラブホテルに泊まりながら貯金したいってタイトルでやってちょっと笑った。いや、てるはほんと金の使い方豪快だから、200万稼いでも、200万使っちゃうんだよね。それがすごいなと思うよ。全部使うっていう。全部使う。すごいよな。宵越し銭には持たねえぜ、みたいなさ。逆に男らしすぎるよな。まあでも20代のうちはガンガン使った方がいいと思うよ、俺は。貯金なんかしなくていいんだよ。ガンガン使った方がいいよ。稼いだ分は使うんだよ。じゃんじゃん稼いでほしい、テルには。夢を見せてくれ、俺らに。はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。たくさんのフォローとたくさんのアイテムありがとうございました。YouTube、Facebook、Twitter などやってますので、ぜひ各アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。YouTube とか Twitter とか、あと Facebook とかね、力入れてます。 LINE もやってるんでね、LINE つながりたい人は LINE も申請してください。それでは皆さん、たくさんのアイテムとコメントとご支援ありがとうございました。お疲れ様です。次枠いきます。お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。